TBS ラジオ伊集院光とラジオと7月2日木曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、 TBS アナウンサーの伊藤楓です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。今日の番組直前の話題は、シルク・ド・ソレイユ。もうショックですよ。破産申告って。本当にショック。最初すごい驚いて、その後柴田さんと、まあでも言われてみれば維持するお金が半端ないから、そうかみたいな。だって全世界で展開してるわけですからね。だってあの専用劇場をその公園で建てるじゃない。王っていうその水を題材にした舞台なんてさ、上の方で空中ブランコみたいなのやっててさ、ずっとそれに目奪われてる間に、その巨大な舞台上にゆっくり水溜まってきて、落ちたと思ったら実はもう下が高飛び込みのプールになってて、そうそうってなるんだよね。でそこの中で演技して上がったと思ったら、そのいつの間にかその水引いてそうなんですかね。歩くんだよ、 そこをね。ねで水の上でなんか燃えてたりとか、そう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 。だからあの劇場なのに、ラスベガスで50人以上お客さん入れんなって。50人しかね。でそれ当然見ててもダメだから、やめるじゃない、しばらく休むじゃない、その維持費から、あとまた、もともと劇団員がオリンピックのメダリストだった人とか、超一流の人を雇ってるから、その人のギャランティーもそうだし、なんかその従業員みたいな、そのセットとかを操作する人も、まあ、すごいエキスパートの人がやってる。そうですよね。本当にちょっとでも狂うとダメでしょ。ダメだからね。でタイミングもそうですよ。でまたコンピューター制御ならそのコンピューターも扱える人がいなきゃいけないし、で解雇されたその第一陣で解雇されてるその関係者、従業員みたいな人、5000人だって。はらー。でもちょっとさ、なんかたまに何年かに1回ラスベガス行きましたとか、言うとさ、俺ギャンブル実はそんなやんないから、シルク・ド・ソレイユが楽しみでさ、いやーそうですよね。てかシルク・ド・ソレイユ見るために行ったりとかするぐらいですよね。私もそう。あの、要はサーカスみたいな演劇だから、英語わかんなくていい、はい、もう世界中の人が、うわすげーってなるから、楽しみだ。まあいずれあれだけの公演だから再建されたりとかさ、まあ、いやでもね、お客さんをまず満杯にしてもいいっていう、そういう決まりができない限りは難しいです。まあ、これ全てそうだよね。だって芝居は打てば打つほど赤字になっていくっていう、今ね、あのお客さん2分の1しかいられ入られないっていう、それはちょっと成り立たないもの。ねえ、なんかいろんなところが頑張って、じゃあ芝居をお客さんは少人数でやって、その入れなかった方に向けて生配信をやったりしてるんだけれども、でそれが上手に生配信を見ることで、生配信もこんなに面白いんだから、生でまた見たいみたいな人が増えてくれるみたいな、いいサイクルになればいいんだけど、まあなかなかね。やっぱりね、芝居はね、あの配信じゃなくて生で見るもんだしね。そうなんだよね。で特に私たちみたいな高齢者はね、生配信を見るまでにたどり着くまでがすごい、俺も分かる。3日も4日もかかって、1回失敗してまた次の日失敗して、また最終日にやっと OK 出て、もうほんとめちゃくちゃ大変なんだから。そうですね。最初そのメールアドレスと名前と入れると、そのメールアドレスに送られてきたところをクリックして、何やって入れて仮の番号を出しますのでみたいなやつが、お金絡みの頃だから、まあややこしいんだよね。そう、それで始まらない。なんで無地真っ黒なんだ、なんで真っ黒なんださらに芝居始まる。全然ダメなの。でその辺が上手にね、またなんか動くようになってくれるといいんですけどね。さあ、じゃあそんなさなかメッセージテーマいきますか。はい、今週のメッセージテーマは、で最近どう、ステップ3。さあテレビ業界、まあ、いろいろ工夫してますけど、はい、ドラマバタどうですか。はい、どうなんですか。私ちらっとちょっとこの間ドラマに出演させていただいたんですけど、大変。今ほら、 あのまたドラマ再開してるドラマたくさんあるでしょ、現場大変ですよ皆さん。あのマギー君が言ったらフェイスシールド、そう、
あのシートずっとかぶって、でもスタッフさんもマスクしてフェイスして、もうスタッフさんも全員、そして演者も全員、でも演者ほらメイクしてるじゃないですか、メイク、マスクしたりそのフェイスなんとかするともう剥げちゃう、取れちゃう、剥げるからまた直す、直す時間、それから撮ったり外したりする時間、しかもそれあとリハーサルまではやってるけど本番外してまたすぐはめてその手間が大変、あとで換気がまた30分ごとやんなきゃいけない、大変、30分ごと、まあ大変、1時間かな、1時間か3分、なんか俺クイズ番組もそうで、そうでしょ、いつもだったら続けて第1ピリオド第2ピリオド通ってるんだけど、その一回終わったら換気ですって思って出なきゃいけないし、うん、そうで、ずいぶんスタジオは人入れるようになったけどやっぱり仕切りはするし、うん、昨日はね、あの1番2番3番ってさ、あの棒の上に丸で1って書いてある、あんじゃない、札があってさ、うん、それその人に渡せないから全員人数分なのよ、うわ大変じゃない、あの問題しかもね7択だから7本あんだけど、それの出演者が十何人いたんだけど、全員すごい量の棒を持ってるんだよ。今までだったら俺の答える番は俺の番だけど、次の人は私がいい、それのリレーができないから、あのもう今だから妨害者、妨害者、妨害者スタッフさん大変だよ、ほんと、それであの密になって集団でそのそれを作る作業もしちゃいけないんだから、バラバラで離れてやんなきゃいけないし、 AD さんたちは本当にその手術用手袋してフェイスガードして、その演者とも近づかず他の AD さんとも近づかず、なすごいマスゲームみたいになってる、本当ですよ、だから時間はかかるしね、うん、労力はかかるしね、神経は使うしね、そうみんなとっても大変、クイズ番組最終問題ぐったり疲れちゃってさ、なんてもうその、ね、集中してる時間がさ、オンエアは同じなんだけど、うん、やっぱ切れちゃうんだよね、いやいろんなことだからもう TBS でも新しいいろんな面白いドラマ始まりましたけども、やっぱり、うん、その苦労があるんだぞって思ってみるとまたあのねあれどうすんのかあの、じゃあそのドラマの中で病弱な役でマスクしてるやつ出てくると、俺は撮んなくていいのかみたいな。つい撮っちゃって怒られたりして。怒られたり。あんたはつけてろっつって。さあ、そんな中皆さんどうですかっていう話なんですけれども、はい、ですね、ラジオネーム高橋さん、はい、北海道の方です。今年の頭です。はい。なんかこう、長年使ってきたキャリーバッグが調子悪かったので、うん、奮発して、うん、旅が好きだから、いいの買おうって買い替えて。大事ですね。で、今年はたくさん出かけて、このキャリーバッグだってたくさん使うんだ、うん、ということはなく、はい。玄関に未開封で置きっぱなし。未開封もっとショックなことを。切ない。何？最近買ったお店の前を通りかかったところ、はい。あ、キャリーバッグの大セールが始まってる。うわー、全く売れないから向こうも、そうか、これは売らなきゃっていう、もうその日のお金がないから、うん、とんでもないセールが始まる。うわー、で、すっごいわかるの、値段が怖くて見れないっすって。わかる、ショックだもんな、見たくない見て得すること何にもないもんね、ないないですね、あれ私の買ったやつだと思っても、うん、それは見れないよな知らない方がいいですね。一応ステッカーにはなりました。ね、ステッカーにはなりましたね。ステッカー貼ってください。はい、お願いします。宛先お願いします。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp。ファックスは0355620954、0355620954。また番組のホームページの投稿フォームやメール投稿アプリ伊集院光とラジオとスマホとからもご参加いただけます。おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。自動車保険、毎年なんとなく更新してるんじゃないですか？その保険料、チューリッヒで節約できるかもしれません。
自動車保険で節約？はい。チューリッヒにご契約いただいた方のアンケートによると、保険料が平均でおよそ24,000円節約できました。え？ 24,000円？ 例えば、ベンツにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間32,740円。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。0120-455-572-455-572 まで。本当は今すぐ食べたいけれど、大好きなおじいちゃんのお土産だから、我慢我慢。大好きな味を送ろう、おいしさ長持ち、昔ながらのシューマイ。おいしいシューマイ、崎陽軒。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時40分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。7月を迎え、すでに網戸を利用されている方も多いでしょう。はい。でも網戸をしていてもなぜか虫が入ってくるということはありませんか？あるあるある、はい、あ入ってくる。そうですよね、うん、それは窓の開け方に問題があるのかもしれません。どういうこと？もし室内から見て網戸を左側に寄せている場合、左側にが網戸です、はいはい、窓を右側いっぱいにこう開けていれば問題はないんですが、うん、中途半端なところまで止めているとか、中途半端に開けていると構造上見えないところで窓と網戸の間に隙間ができてしまうそうです。ああそうな、俺らはちょっと図をいただいたから、うん、ちょっとわかったわ。でもさ、両方の横の枠あるやん、枠ね、枠のところは要するに厚いわけじゃん、うんうん、で窓にも両方枠があるじゃん、うん、はい、あの枠が互い違いになってると S 字に飛びゃ入ってこれんの、ね、そうですそうです、はい、要するに枠同士がピタッてくっついてれば防御できてるけど、うんうん、あそこには実はルートがはい、あるんです実は。だから隠れ道があって、ま、網戸にするときはあの半開じゃなくて全開にして使わなきゃいけないってことです。そういうことだ。私でもちょっと寒いときとか半分窓閉めて半分網戸にしてるときあるじゃない。あるよ。そのときが虫入ってくるポイントなんだ。入ってくるポイントなんだ。あーなるほどね。わあ。っていうか、なんかガバーっていうのもなんだからと思って割と、そう。やりますよね。しちゃう。うんうん、私、虫入ってくるのずっとうちの犬のせいにしてたよ。なんか、お前が網戸こうやったんだろう、お前が網戸こうやったんだろうって、ずっと。なんかさ、いつも冷房するじゃない。冷房してるけど、ちょっと開けなきゃって時あるじゃん。ちょっと換気するからっていう時ってさ、冷房が逃げちゃうの嫌だからさ、そう。半分にするよね。そうよね。30センチぐらいするよね。それダメなんだ。そこに虫が入ってくるんだ。こんなに盛り上がると。さて、網戸でも暑いとなるとエアコンの登場ですが、窓が閉めっぱなしなだけに気になるのがお部屋にこもる嫌な匂い。それを爽やかに一新してくれるのがお香の香りです。日本行動の香水香花の花をおすすめします。お香の雅に香水の華やかさを取り入れたバラ、ユリ、スミレの優雅な香りのお香、愛され続ける100年の名香、香水香花の花をどうぞ。日本行動からのお便りでした。さあ皆さんからのお便りです。メッセージということで、はい、ラジオネームブス島太鼓さん、はい、千葉県男性46歳の方です、うん、私は某鉄道会社の窓口で切符の販売を担当しております、はい、おちょっと話したんですけどね、うん、その二人掛けの席窓側はだだって埋まってくんですけどね、はいはいはい、なるべくお隣にならない、はいはい、埋まってくんだけど、うん、それが埋まっちゃった後どうすんだろうみたいな。あそうですね。んで嫌だろうと、自分が買った時には空いてたはずなのに急にこんな太った男が来たらどうなんのよって話をしてたんですけど、はいはい、緊急事態宣言が発令されている間は今までに見たことがないぐらい空席を目の当たりにしました、はい、一席も埋まっていない列車も結構あったかと思います。うわ、宣言が解除になり少しずつお客様も戻ってきてはいますが、うん、まだまだコロナ前にはほど遠い状況です、うん、さて先ほど伊集院さんが、まあ、その時もすぐ書いてくれたらしいんです、うん、伊集院さんが気にされていた隣が空いているからこの席を取ったのに、うん、後から隣が埋まる問題ですが、うんはい、どっちの立場もありえますよね、我々ね。
発売する自分としても非常に気をしている部分ではあります、うん、会社からもご案内するときは極力密にならないように割り振ると、うん、指導はされていますので、うん、私自身も発売する際には周りのお客様がいない、お席をご用意するご案内するように心がけています、うん、ただその際も必ず今のところはお隣が空いている席をお取りいたしましたが、後から埋まる可能性もありますので、その点はご了承くださいと一言添えております。まあまあ発売する側としても空席が多い車両の中で近くなるようなご案内はしませんけれどもとはね、ねけれどもまああり得るはあり得るっていうこと。でも。ありがたいのは窓口の方がこうやって一言言っといていただけると、うん、自分たちが座った時もいきなり勘とはならないじゃないですか。そうですね。まあ、まあ、券売機もあるからなんともですけど、うん、まあ、こういう状況らしいです、ね。ありがとうございます。まあ、その時にもちゃんとマスクとね。そうだね。あの、こう、シートでこう、手拭くとかね、除菌のあれでね。そう、ちょっと前まで楽しみだったけど、あの、中で飲食するとかはもうちょっとあれかもね。ね、うん、ダメかもしれませんね。ね、ちょっと控えといた方がいいかもしれないですね。うん、星雲それは君が見た光。爽やかにしなやかに強く生きよう。青い雲の下お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。 SBI生き生き翔太。皆さん、人生の終わりに備える活動、就活について家族と話したことはありますか？タイミングが悩ましいかもしれませんね。そんな方は保険で家族に託してみてはいかがでしょうか。 SBI 生き生き翔太の死亡保険なら、例えば54歳の女性の場合、月々490円で100万円の備えができます。490円ならお財布に優しいですね。保険料は年齢や性別、加入コースによって変わりますが、お申し込みは84歳の方まで可能です。就活の第一歩として検討してみませんか？資料のご請求は通話料無料 0120-46-1234 46-1234 まで。資料請求すると抽選で美味しいお肉が当たります。今すぐ SBI 生き生き翔タンまでお電話ください。時刻は8時47分。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は愛の血液助け合い運動と働き方改革宣言奨励金の受付、そして食の安全都民講座についてお知らせします。はじめは愛の血液助け合い運動のお知らせです。東京都では今年も7月の1ヶ月間、愛の血液助け合い運動を実施します。新型コロナウイルス感染症が拡大して以降、献血にご協力いただける方が減少しています。皆様の一層のご協力をお願いします。期間中は都内にある13カ所の常設の献血ルームをはじめ、都内の主な駅前などに献血バスが出向いて献血を呼びかけます。なお、それぞれの会場では新型コロナウイルスの感染症対策を行うとともに、献血をされる方の集中を避けるため事前の予約を受け付けています。予約はウェブ会員予約サイトのラブラッドや電話で行うことができます。ご協力をお願いします。詳しくは土曜、日曜、祝日を除く日の午前9時から午後5時までの間に、東京都赤十字血液センター、電話0352723523、0352723523番までどうぞ。続いて働き方改革宣言奨励金の受付についてお知らせします。東京都は従業員の長時間労働の削減や年次有給休暇などの取得促進に取り組む東京働き方改革宣言企業を募集しています。現在この取り組みを後押しする奨励金の受付を行っています。対象は都内で事業を営む中小企業などで、宣言企業の承認を得られた場合、最大70万円の奨励金が支給されます。申請の事前のエントリーは
東京働くネットにて行ってください。第4回の受付は今日の午前10時から午後3時までで、予定する会社の数は抽選で300社。最終の第6回の受付は10月5日月曜日です。詳しくは産業労働局労働環境課、電話03-3868-3401、03-3868-3401番までどうぞ。代わって低温調理の安全性を科学すると題した食の安全都民講座のお知らせです。今回は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためウェブ配信で実施しています。お申し込みは不要で、どなたでも無料でご覧いただけます。配信期間は7月31日金曜日までです。動画や資料は食の安全都民講座のホームページでご覧いただけます。また低温調理の安全性について来週の金曜日10日まで E メール、ツイッター、電話で皆さんからの質問を募集しています。回答は後日ホームページに掲載します。詳しくは健康安全研究センター、電話03-3363-3472、03-3363-3472番までどうぞ。おしまいのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の第2波に備えて、引き続き手洗いの徹底やマスクの着用、3つの密を避ける行動をお願いします。都民ニュース、本日の放送内容はTBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。お元気ですか、生島ひろしです。この放送を聞きの皆さん、お出かけの時にこんな体の痛みでお困りではないでしょうか。肩が痛くて服の袖が通らない、膝が痛くて駅の階段の上り下りが辛い、買い物袋を持つと肘が痛いなど、せっかくの外出なのに痛みのせいで出かける前から億劫になったり、出先で憂鬱になるのは嫌ですよね。そんな痛みでお困りの方、再春館製薬所の通算等を試してみませんか。肘や膝、肩の関節の痛みをはじめ、リウマチや神経痛の痛みなど徐々に緩和していきます。麻黄、杏仁、甘草、漢方医、翼医人といった5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。通算等は無料の試供薬をご用意いたしております。お申し込みはフリーダイヤル 0120-305-305、 0120-305-305、 電話番号くれぐれもお間違いなく。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。川口技研、秋田しおりです。私の生まれた京都は夏はいろんなお祭りがいっぱいでワクワクします。蒸し暑いんやけど時々気持ちいい風が吹いて元気に過ごせます。川口技研の OK 網戸で風を感じながら夏を楽しみましょう。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時53分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村まなみさん、おはようございます。おはようございます。中央道の上りは首都高速4号線の幡ヶ谷を先頭に11キロ、三鷹から35分、圏央道は工事は終わり相模原で八王子方向の外回りが7キロ20分、東名高速の上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に断続10キロ、東京料金所から30分、そしてその並行する一般道国道246、玉川通りの上りは大橋2丁目で乗用車とバイクの事故です。右車線が通れず4キロ半、新町1丁目から1時間10分。影響で世田谷通りの上りは三軒茶屋で7キロ半、絹田中学校前から1時間30分です。警視庁から以上です。中村まなみさんでした。この次は9時21分頃お伝えします。親の商売引き継ぐのほんと大変。土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。
規模も小さいし。それでも大丈夫。聞いてみよう。事業を継ぐ方、応援します。不動産、担保、ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検は、コバック、コバック、車検のコバック。予防の基本は、手洗いです。大人も子供も、外から帰ったら、石鹸で手を洗う。当たり前のことだけど、自分でできる予防策。牛乳石鹸、良い石鹸。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説。伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむフォーサイト三等歌と、9時半頃からはプレゼント。今日は今すぐ見たい公開延期の注目映画プレゼン対決。10時過ぎからはお笑いコンビフォーリンラブのバービーさんが登場。10時40分頃からは週刊伊集院光とラジコとをお送りします。さあ、今週メッセージテーマはで最近どうステップ3なんですが、はい、ですね、コロナ以外でもそういやというかね、うん、ラジオネーム昼のマモさん41歳、はい、レジ袋の有料化始まりました。始まりましたね。そうだ、そうですね、始まった。そうだね、うん、私は週 1,2 回テレワークで、なかなか昼休みの間に食事を作って食べるという時間も取れませんので、うん、朝のうちに近所のコンビニで昼ご飯を買うことが多いです。はい、今朝もコンビニに行ったところ、レジから自動音声で、うん、有料のレジ袋は必要ですかというアナウンスが流れてる。おー、気持ちこないまだ。まだ出ないから。で、私はエコバッグを持って行ったのですが、うん、まだ作法ができてないじゃん、あんま。はい。そもそもエコバッグをコンビニで店員さんに渡して入れてもらうものなのか、うん、スーパーのように自分で入れるものなのか、うん、勝手が分からず、とりあえず自分で詰めました。うん、店員さんもそのあたり手探りな感じでした、うんうん。スーパーでのエコバッグ利用はサッカー台、あの詰めるとこがあるじゃないですか。はいはいはい、でもコンビニってないじゃないですか。ないもんね。まどろっこしさを感じたことはスーパーではありませんが、コンビニはレジでポイントカードのアプリ画面を見せて、電子マネーのアプリの画面を見せて、エコバッグに詰めて、この流れのが自分でこうスマートなものが出来上がってないから、うんうん、困っちゃうんですよね。そうですね。だってビジネスチャンスはおそらくコンビニにすごくこう適化したエコバッグができると、うん、きっと何かビジネスチャンスにはなるよね。あの、心配なのはね、食べるものとかだと、なんかからお弁当とか汁がこう、そうだね、斜めになっちゃったりすると汁が出てきたりすると困るから、うん、そこにこう板があって、あ、でこう、はいはい、こうシャッとこう周りの袋たちが周りにこうまとめられて、うん、こうな昔の巾着みたいな感じ、ね、そういう風になるとこういいのかしらね。あとはなんか多少さ、温めてもらったお弁当とアイスが離れる、あ、確かに曲が取れるようなミニポケットみたいなあのないといけないよね。でもらいたいとかすると、そっか、ね、今までのコンビニのレジ袋だと2個に分けてくれたりとかしてたけど、そうじゃないみたいこともできてくるし、難しいね、ちょっとした小さい袋も必要になるね。そうですね。で、その上いつも持ち歩けるようにちっちゃくこう畳めるとかなってくと、ちょっとでもこれはさ、日本のものづくりの人のさ、アイデアの見せ所でさ、ね、こうするといいんじゃないのみたいなのはちょっとありますね。もう一つ、ラジオネーム陽子姉さん、はい、女性61歳の、はい、私の住んでいる地域は毎週資源物不燃物の回収があります。うん、新型コロナウイルスによる感染が拡大するにつれ、集積所に出される衣類や本、雑誌、新聞など、のゴミが、うん、何軒の家が同時に引っ越しするんだっていうぐらいで出てたと。へー。でもそれが
ここ最近ずいぶん落ち着いてきた、うんうんうん、まあ、お掃除も終わりっていうことだし、まあ、断捨離流行りましたから ね、で仕事も始まりってことなのかな、はい、あの若いお笑いはあのこのゴミ集積所のバイトは多いんで、うんうんうん、みんな感じてるみたいですよ。ずいぶんゴミ減ったなみたいな。あの身近なことで結構です。あ、そういや最近こうだなとか、最近こういうこと始めたなみたいなことありましたらまだまだ送ってください。お待ちしております。人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が9時をお知らせします。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの伊藤楓です。おはようございます。木曜パートナーの柴田理恵です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間になります。早速今日のニュース、喜入智広アナウンサーお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスについて、東京都では昨日緊急事態宣言が解除された後最多となる67人の感染が確認されました。このうちいわゆる夜の街に関連する人は27人に上っていて、新宿区の集団検査で20代のホスト9人が感染したほか、池袋の繁華街にある接待を伴う飲食店で20代から30代の従業員と客合わせて11人の感染が確認されています。新型コロナウイルスの新規感染者がおととい緊急事態宣言解除後最多となったことについて、菅官房長官は直ちに再び緊急事態宣言を発出する状況には該当しないとの認識を重ねて示しました。ただ感染者の増加スピードが高まるなど最悪の場合には再び緊急事態宣言を発出する可能性があると述べ、地域における感染状況を注視していく考えを示しました。政府は昨日これまでの感染防止策の効果を検証する有識者会議の初会合を開きました。メンバーは福島第一原発の事故の調査に取り組んだ黒川清氏や京都大学の山中伸弥教授などで構成されています。会議は今後外出自粛、休業要請といったこれまでの対策の効果について AI やスーパーコンピューター富岳で分析し、今後の第2波の対策に生かす考えです。日銀が発表した6月の短観は、企業の景気に対する見方を示す大企業の製造業の景況感を示す指数がマイナス34と大幅に悪化しました。リーマンショック後の2009年以来11年ぶりの低い水準です。一方、非製造業でも緊急事態宣言に伴う外出自粛により宿泊や飲食などの景況感が大きく落ち込みました。悪化の幅はリーマンショック時を超えて過去最大です。香港はイギリスから中国への返還23年を迎えた1日、1万人以上が前夜に施行された香港国家安全維持法に抗議するデモを決行、警官隊と衝突しおよそ370人が逮捕されました。そのうち男女合わせて10人は香港独立と書かれた旗を所持したなどとして香港国家安全維持法違反が初めて適用されました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で夏の全国高校野球選手権大会が中止になったことを受け、都道府県の高野連が開催する代わりとなる独自の大会が昨日岩手県の2つの地区から始まりました。スタンドは原則無観客で、ベンチ入り選手1人につき保護者2人まで入場を許可されました。金ヶ崎町の球場で行われた1回戦は水沢商業が仙台北上に8対7で競り勝ちました。ここまでニュースをお伝えしました。
喜入智広アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。ライムスター歌丸です。この度日本で唯一の国立映画専門機関国立映画アーカイブの音声ガイドを担当させていただくことになりました。その名もライムスター歌丸と見る国立映画アーカイブ常設展日本映画の歴史。全国活動写真弁士、うん、大番付って言われます。相撲の番付みたいなの。相撲の番付みたいなんですよね。うん、借金踏み倒しとか、ね、そういうことは書いてあるんですよ。なんだそれ。まあ、映画に詳しくない人でもですね、思わずおーっと感心してしまうような本当に貴重な展示の数々を楽しくカジュアルにご紹介していく音声ガイドとなっています。スマートフォンアプリ耳タブは誰でも簡単にダウンロードできます。皆様ぜひ一度お試しください。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です、今朝の解説は時事通信社元解説委員長で帝京大学教授軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう軽部さんいらっしゃったら、はい、まずはやっぱ経済のこと聞きたいんで、まあ、日本の経済どうですかと、そうですね、日本銀行が昨日短観というのを発表しました、はい、この短観というのは3ヶ月に一度発表されるんですけれども、非常にその信頼度の高い統計なんです、はい、それはまあ日本全国1万社、大企業も中小企業もで、こういうところに直接ヒアリングをしているので、非常に精度が高いと評価されているんですが、大きく今回は3つ言えると思うんですけれども、はい、1つは現状、これはもうボロボロですね、非常に悪い。で、マイナス34なんていう、これ数字はですね、うん、私も、これ大企業製造業といって一番見る指標なんですけれども、はい、見たことがないぐらいの悪さです。で、まあ、リーマンショック以来というふうに言われていますけれども、リーマンショックとは、今回のコロナショックってかなり波及経路が違うので、うん、リーマンというのは金融、要するにアメリカのバブルが弾けて、それが金融に出て、という形で世界に広まっていったんですが、今回コロナの場合は、まず需要が消えちゃう、はいということなので、うん、まあ、非常にその広がりも大きいし、それからまあ今後どうなるかっていうこともよくわからない、うん、それが実は2つ目のポイントなんですけれども、うん、実はこの短観というのは今あなたは景気どう思いますかっていうことと、うん、3ヶ月後の景気はどう思いますかっていうことを聞くんですね、はい、この3ヶ月後のこれ先行き ID っていうんですけれども、これも非常なんて言うんでしょう、じわっと回復はするんですけれども、うん、劇的な回復を示さないんです、うん、今安倍さんは V 字回復だというふうに言ってらっしゃるんですけれども、うん、どうもこの数字を見ると V どころか、これエコノミストの間でいろんなあれが流行っていて、うん、U 字回復とか、うん、L 字回復とか、回復じゃないですけどね。回復じゃないですね。回復しないですよね。そうですね。とかこう言われているんですが、うん、どうも見ていると少なくとも V はないなという感じになりますね。その V 字回復も、ちょっと運頼みじゃないですか。そうです。まだまだコロナのことが何だか分かんなくて、うん、その第2波かもしれないし、はい、第1波の揺り返しなのかもしれないし、はい、って考えていくと、不安はまあ不安で、その不安はより経済冷やしますもんね。おそらくこのコロナウイルスがどうやって感染がその収束していくのかっていうことは、もう誰も分かららない話なので、はい、これ経済を織り込めない部分があります。つまり織り込めないということは、見通しが立てられないということなんですね。うん、つまり、ドーンと勝負に出るぞと言って設備投資なんかをしたら、全然回復していないかもしれない。うん、そうすると企業家としてはそこはちょっと待とうっていう話になりますので、どうしても経済活動を冷やします。うん、で、おそらく来、これ、4、6の話なんですけども、今度7、9といって、7月から9月まで、はい、まあ、いろんな経済指標があるんですけど、この短観も一つですが、もう一つ大きな経済指標は GDP、まあ、つまり国内総生産がどれだけ伸びるか、でおそらく四六は落ち込むでしょうけれども、四六は伸びるんだと思います、うん、どんと伸びます、うん、ただこれは V 字回復を示しているものじゃなくて、うん、つまり一回その発射台が下がるんです、うん、要するに生産が落ちますから、どーんと落ちますから、はい、発射台が低くなってしまう、はい、そこから上がるので、はい、一見高く見えるんですけれども、実は比率で言うと高いんですけど、高く感じるけれども、うん、じゃあ実数としてどうなるかというと、うん、そうですね、ええ、だからやはり総合的に見なければいけないので、どうも V 字回復はないなというのが、まあ、2つ目なんですね。で、3つ目はやはりもう7年半も経ったアベノミクスというのが一体何だったのかという検証をそろそろする時期だろうというふうに思うんですね。で、なぜなのか、なぜそういうことを思うかというと、今回
やはり今までアベノミクスで安倍さんがしょっちゅうまあ、誇示していらっしゃった、成果として誇示していらっしゃったのは、雇用市場の改善。はい、つまり、みんな働けるぞと。うんうん、つまり、有効求人倍率が非常に1以上の 全都道府県になったじゃないかとか、こういうふうなことをいろいろ、まあ、誇示なさっていたんですけれども、はい、今回、コロナショックで各産業が傷んでくると、うん。そうすると雇用調整に入ってしまうんですね。うん、つまり首切り、うん。で、そうすると一番弱いところに出て、それはやはり非正規に出るんですね。うん、で、そうすると安倍さんが実はその雇用が改善されたじゃないかと言っている。これは当時からそういう指摘があったんですけれども、その大半は非正規だと。うん、いうふうによく言われていたんです、うん、そうするとこのアベノミクスで積み上げた分は結局非正規として今回コロナで全くなんていういい調整弁に使われちゃっている。なるほど。で実はこれ10年前にも見た風景なんですよね。うん、でリーマンショックが起きた時にやはりそのずっとこの20年ぐらい非正規が増えてますから、うん、の非正規の方にそのしわ寄せがいって、うん、で象徴的だったのが2008年からの暮れから2009年にかけて年越し、テント村ですか、ありましたね。やはりその困窮を訴えるような状況がありました。でやはり経済政策というのは人々が豊かに暮らせる、うん、まあ経済済民というとこから経済という言葉が来てるぐらいですから、うん、はいはいはい、民がその休んじて暮らせますよということが目標であるならば、うん、一体この10年間、うん、何をやっていたんだろうと、うん、ああいうそういう状態になったらばリーマンショック級のものが来た時に、うん、調整弁になるぞと分かっていたはずなので、うん、今回コロナが来てこういう形でその雇用市場にも影響が大きな影響が及ぶと、うん、いうことはやはり経済政策何やってたんだと問われてもしょうがないことだろうと思いますね、うん、そうですね。でさらにはものすごく例えばそのリモートみたいなことねが進んでいくと景気と関係なくこの人いらないんじゃないかってことって起きるじゃないですか、はい、一気に世の中が進んじゃうと、うんうん、そうするとこの先やっぱり、うん、落ち込みますよ ね、 そうですね。働けない人増えますよね。でおそらくマクロ的に見ればですね、そういう方たち、そう言ってその首切られちゃったみたいな方たちは、うん、が新産業に吸収されればいいんですけれども、うん、今は少なくとももうとにかく退却戦を戦っているような状況なので、うん、ちょっとその余地がないですよね、うん、ですからやはりここはそのセーフティーネットといってそういう雇用の市場から溢れちゃった人たち、うん、首を切られちゃった人たちどう救うのかっていう議論が必要になってくると思いますね、うん、さあそして、これもカルさんいらっしゃったら聞きたかったんですけども、はい、香港、はい、香港のこの問題は今後世界の経済に対してどういう影響を与えていくの？そうですね。まあ、経済の話をする前に、やはり、一言言って、はい、言わねばならないだろうなと思うのは、やはりこういう舌がざらつくというんですかね。非常にその、自由が失われていくというのを目の前で見せつけられているわけですから、はいはい。これは本当に見るに忍びないなという感じがすごくします。ね、僕らやっぱり、その、コロナの騒ぎになってからちょっと目を離僕は個人的に目を離してたなっていうのと、うん、そうですよね、おそらくこのコロナの騒ぎみたいものもある意味、コロナで集会をするなっていうことで取り締まれちゃったりとかするから、むしろこの法律を作るにあたっては、うん、中国側に追い風だったろうなとも思いますね。で、やはり今回のその香港の情勢を見ていて、もう一つ大きく感じるのは、自由とか基本的人権っていうのは、うん、言ってみれば失われることがあるんだ。っていうことを強く明記しなきゃいけないなと。うん、そうですね。つまり、我々、今日本人、例えばここで私が安倍さんの批判をしてもね、捕まるわけではないので、うん、こういう状況というのは、要するに所有の前提じゃないんだと、うん。守んなきゃいけないんだっていうことを強く感じますよね。うん、当たり前のことが当たり前じゃない日が来る時があるかもしれないってことですよね。で、すごいな、すごいなと思ったのは、こんだけ、まあ、世界的に評判悪いのは分かってるじゃないですか。反対もいっぱいいるわけじゃないですか。うん、僕のイメージは、とりあえず作って徐々に締めていくんだろうなと思ったら、うん、もう早くもこの法律にのっとって人を捕まえていくっていうあたりが、うん、なんだろうこの中国っていう国の恐ろしい、すごいところですね。でやはり今伊集院さんの質問にあった経済っていうことでも、はいはい、中国は非常に自信があるんだろうと思います、うん、でつまり
今回香港で、イギリスの統治下にありましたからずっと、うん、イギリス系の企業って金融機関を含めて強いんですね、はい、でそうするとその英国系の企業がどういうふうなことを言うのかっていうのはみんな見るわけです、はい、他の国の企業も、うん、はい、そうすると今回の国家安全法ですか、国家安全維持法か、うん、というものに対して英国系の金融機関が支持を表明したらしいんですね。でもそれは現地で言われているのは相当圧力がかかったんだろうと。つまりあんた香港でビジネスしたくないの、あるいは中国本土のビジネスは捨てていいのみたいな、こういう圧力がかかったんだろうと。で市場的に見ると中国って非常に魅力的ですよね、はい、十数億人もいますから、うん、でそういうその非常に魅力的な市場を捨てていいのかという圧力がかかったと。で多分これは個人的な見立てなんですけれども、次のポイントは多分アメリカだろうと思います、うんうん、アメリカがどういう形でその香港の問題を契機に、そもそも進めていた中国との間の距離感を広めるという、うん、広げるという方向にもう一段動く可能性がありますね、うん、でこれはデカップリングって言われてるんですけども、うん、つまり分離ですね、はいはい、でそれはアメリカと中国が分離していく、うん、どうしても今アメリカは企業もそうですけれども中国に深く依存してるんです、はい、それがやっぱり今回のコロナの問題等でそのサプライチェーンがダメになっちゃったっていうことが一つと、うん、もう一つはもうこれは数年前からなんですが、アメリカ議会がこういうデカップリングを施行する法律を作ったんです、うん、でもう中国ビジネスはそう簡単ではないなというのは、うん、まあ各国企業みんな感じてるんです、うん、で だけど中国の方はやってみろと、うん、そんなことやったら俺たちの市場から追い出してやるというような多分構えなんだと思います。したがって今後この香港問題を契機としてそのデカップリングが一層進むのか、うん、あるいはアメリカ、うん、もう多分次期政権になると思いますけれども、うん、どういう形でその中国との折り合いをつけようとするのか、うん、ちょっとそこはまだウェイトアンドシーの段階ですね。なんかジョンソン大統領もすごい怒ってたじゃないですか、うん、やっぱ自由っていうことに対して、まあ、まず怒るじゃないですか、うん、怒るんだけれどもちょっと例えば25年前と様相違うのは、うん、その中国消費ってことは、うん、やっぱ大事だから、うん、怒るのはポーズだけで、うん、ある意味見殺しっていう形も、うん、はあり得る、おそらく冷徹なその国際政治を考えればそういうこともあり得るだろうというふうに思いますが、うん、やはりその一人の生身の人間が 何百万もう住んでるわけですから、うんうん、そういうふうにして切り捨ててっていいのかなって強く思いますね。ですね。はい、ということで時間いっぱいです。カルペさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に手続きをするとブラックリストに載ってしまって、全てのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は関西語なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
0120-10-10-10-10-10-10。時刻は9時19分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。この時間は関東の南部を中心に広い範囲で晴れています。昨日、一昨日と雨でしたので、洗濯物を外に干しているという方も多いかもしれません。で、この後午前中は各地晴れるんですけれども、午後は関東北部でにわか雨に注意が必要です。関東北部のあちらこちらで雨が降って雷を伴うところもありそうなんですね。栃木県では激しい雷雨となる可能性があります。ということで、関東北部にお住まいの方は洗濯物外干しの際、空模様の変化にお気をつけください。予想最高気温は各地昨日よりも高くなりそうです。30度前後まで上がるところが多いでしょう。今日は各地で蒸し暑くなりそうです。こまめに水分や休憩をとったり、無理せず冷房を使ったりして熱中症にかからないようにお気をつけください。ここまで天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。かまいたちの濱家です。山内です。月曜夜9時30分より放送中のかまいたちのヘイタクシー、この番組の新しいグッズが完成しました。靴下やキャップなど素敵なラインナップになってます。 TBS i ショップで絶賛予約販売中。詳しくはかまたくグッズで検索してください。時刻は9時20分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい。首都高速は山手トンネル内の中央環状線外回り大橋ジャンクションにトラックが故障して止まっています。左車線が通れず4キロ五反田から15分。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速に渋滞がつながっています。合わせて9キロ東京料金所から30分。4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に中央道に渋滞が伸び、合わせて8キロ調布から25分です。都内の一般道玉川通りの上りは大橋2丁目の事故の処理は終わりました。渋滞は大阪橋で5キロ用賀1丁目から50分。合流する世田谷通りの上りは三軒茶屋で5キロ三本杉立橋から1時間10分です。神奈川の国道357号上りは磯子区の商店川西側交差点に乗用車が故障して止まっています。磯子駅方向は1車線が通れず、商店川西側で3キロ渋滞しています。警視庁から以上です。中村真奈美さんでした。この次は9時52分頃お伝えします。ご飯が進むキムチのピクルスコーポレーション、白菜の商品が多いのになぜかロゴはキュウリとナス、ピクルスコーポレーション。漬物で野菜の元気をお届けします。ピックルスコーポレーション。ここで新イストワール法律事務所から過払い金についてのお知らせです。過払い金という言葉をよく聞きますが、自分が該当するかわからないという方も多いと思います。まずは相談方法を教えてもらえますか。はい。2007年以前にクレジットカードや消費者金融でお金を借りたご記憶のある方はまずはお電話ください。5分ほどのお電話で過払い金があるのかないのか可能性をお伝えいたします。5分で診断してもらえるんですか。はい。借りていた会社名がわかればカードや明細などの資料がなくても大丈夫です。相談料もかかりませんのでお気軽にお電話ください。ではお問い合わせ先をお伝えします。 0120-555-100、 0120-555-100番、新イストワール法律事務所まで。受付は平日の午前9時から午後8時までです。新イストワール法律事務所からのお知らせでした。代表は第二東京弁護士会所属、山下信明。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。工具に安全用品、文具も部品も売ってます。工場の味方、モノタロウで検索。ここで全国大陶器地震公開からのお知らせです。ただいま群馬県渋川市の水沢観音特設会場にて全国大陶器地を開催しております。
有田、美濃、備前など全国各産地から有名陶磁器およそ20万点を一堂に集め、工芸作品からご家庭用、業務用と幅広い商品構成となっております。また会場には窯元より作り手が参加、作り手と直接話をしながら焼き物の話で盛り上がるのも楽しみの一つです。萩焼きや萬古焼きの水盤、美濃焼きの丼など大特価にて販売しています。7月12日日曜日まで毎日午前10時から午後5時30分まで開催しています。地元にいながらにして各産地の焼き物との出会いは地元や近隣地域の皆様に楽しんでいただき喜んでいただけるイベント内容です。ご来場お待ちしております。伊集院光とラジオと放送と三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオと放送と三等価と、時刻は9時25分です。今週もリスナーの皆さんから送られた自由な俳句、自由律俳句を自由に味わっていきます。はい、本当に短い文章なのにみんなに同じものが浮かんだりとか、うん、あと逆にこれしか買わないだろうって僕は思ってるのに、うん、みんなの意見が全然違ったりとか、そうそう、びっくりしますよね。ちょっと面白いですよね。うん、皆さんも皆さんなりの解釈を楽しんで、偉人分かってねえななんていうのも楽しんでください。松竹梅の3種類のコーナー専用ステッカーをプレゼント中です。放送で読まれた句には松です。採用候補に、キープされている句は竹でございます。すべての投稿の中から抽選で梅を差し上げております。突然ステッカーが送られることもあると。そうそうそうなんですよね。はい、さあそれでは、句を味わいます。読み手は森本武郎スタンバイの遠藤康子さんです。今日の1句目、栃木県ラジオネームニトロさんの作品です。猫がお日様を充電してる。猫がお日様を充電してる。いいですね。なんかね、雰囲気がこう。わかるでしょう、うん、ね。うちの近くに地域猫がいるんですけど、うん、何もしてねえのに俺の顔見るとすぐダッシュで逃げるんですよ。ものすごいダッシュで逃げるんだけど、うん、たまたまちょっと離れたとこの草っぱらなんかで、日の、うん、その日差しのある日に、うん、あのすばしっこいやつがぐったり寝てたりとかすると、うん、充電中かと思いながら、今ちょうどなんかこう、なんつうのあの、メモリが溜まってる感じ、溜まってってる感じなのかなっていう。まあいいですよね。こういうのを見てるとさ、お前はいいなーっていつも思っちゃうもんね。なんかちょっと平和の象徴ですね。幸せだね。なんか。暑すぎずぐらいがいいんですよね。ね、うん。さあ、続いていきます。埼玉県ラジオネーム、サンチョさんの一句です。夢見ろと言ったり、現実見ろと言ったり。夢見ろと言ったり、現実見ろと言ったり。これってさ、うん、昔、学生の頃とかね、思春期の頃、はい、親戚のおじさんが必ず言うセリフじゃない。はい、お前夢見なきゃダメだぞって酔っ払って言ったり、現実見ろよお前って言う。それでもさ、もしかしたら今私がそういうふうに言ってる。ああ、そうね。のもあるなと思いますよね。若い子たちに夢見なきゃダメよって言いながら、でも現実見なきゃダメよってもうやっぱり、でもあれ、愛矛盾してると私思ってたけど、大人になるとこれ矛盾しないんだよね。夢見ることと現実見ることと。昔はね、全然バラバラのものだと思ってたの。夢見ることと現実見ることは。大人になればなるほどそれって一緒に、近いところにいるなって私は思う。それはなんか大人になるっていうことが、なんつうのかな、突拍子もない夢を見るわけでもなければ、そう。なんつうのかな、その振り幅が少しずつ狭くなってるっていうこと。くるっていうことかな。そうね。なんか若い頃って、そのさ、一生一人ぼっちとモテモテっていう、うん、真ん中あんだろっていう。ね、なんか両方とも極端にしちゃって、うん、お笑い始めた頃なんて、うん、
さんまさんぐらい売れるか、うん、のたれ死ぬかの両極端を感じてるから。わかるわかる。やばいの。うん、それがだんだん自分の能力も分かってきて、うん、で、だんだんこう。ね、狭まってくるっていうのはあるかもしれないな。だからそうなのかなと思ったりするのよね。夢はでも、現実見てたって夢は見なきゃダメだし、うんうんうん、夢見てたって現実見なきゃダメなのよ。うん、なるほど。今、ラジオ聞いてるさ、20代、下手すりゃ10代の子たちはさ、うん、言われる側、これ言われて戸惑う側だから、言われる言うやついるわ、これって思うけど、柴田さんはもうちょっと言う側としてはそこまで矛盾してないのよ、これっていう感じ。そう、矛盾はしてないのよ、これ。面白い。面白いね。さあ、ラストです。埼玉県ラジオネーム、イエロー軍曹さんの作品です。会社の先輩と近所のスーパーで会う。会社の先輩と近所のスーパーで会う。なんかこう、普段働いていて、自分は年下で、先輩にこう怒られるじゃないですか。でも、こういうプライベートな近所のスーパーとかで会った時に、ちょっと気まずそうにしてる先輩の顔を見ると、ちょっと握った、弱み握った。そういうか弱み握った感か。えって思って。そうか。で、ようやく同じフィールドに立てたみたいな。仕事現場では勝てないから。でもなんかさ、いろんな立場で読めるなとは思ったんだ。うん、なんかこれを伊藤会で選んだって時に、うん、これいろんなとこ行けるとどこ行くんだろうと思って、うん、なんか、弱みっていうか親近感あったりとか、あと、うわ、近所住んでるとかも、そうですね。そうだよね。そうなんだよね。すごいこう、かっこいいことばっかり言ってるような先輩が、うんうん、あ、なんだこの人、買ったの味噌と、うん、なんかイワシとなんとかだなって思うとかね。そうそうそう。あの、50円引きのシール待ってんなみたいな、あの感じとか見たときに、なんとなくこう、仲良くなれる感じとかも、なくはないかな。あと、すっごくかっこいい先輩が長ネギ交差してたらちょっと、なんか、ときめくる。いや、ときめかないですよ。ダメな、刺さしてやってよ。刺さしてやってよ、ちょっと。フランスパンいいですね。フランスパンなら許すのにネギは許せない。なんだそれ。ネギ差別だ、それ。俺、ちょっと思ったのは、これにすごい似てるのは、俺会社勤め経験があんまないから、あの、高校の先輩になんか地元で会う感じってあるんだよ。行った時のなんかちょっとおドキッとするっていうかなんかね不思議な感じとかちょっと思ったかなあさあということで今日も様々な参考を読ませていただきました、宛先お願いします、はい、メールの場合はメールアドレス ij@tbs.co.jp までおはがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと自由律俳句の係まで番組のアプリ投稿フォームをご利用いただけますご応募いただいた方やご紹介した方には松竹梅ステッカーを差し上げますはい、来週も自由な一句をお待ちしておりますケーズ電機マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃんしっかりしとるのお得なことには目ざといマルコであったみんな大好き新製品が安いケーズ電機ケーズ電機に行かなくちゃ伊集院光とラジオと放送と三等価とこの時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしましたここで葬儀保険でおなじみのメモリードライフからのお知らせです年齢を重ねてこんなことを思ったことはありませんか自分にもしもの時残された家族にお金の苦労をかけたくない葬儀費用ぐらい自分で用意しておきたいそんなあなたにおすすめなのがメモリードライフの葬儀保険です保険料もお手頃です死亡保険金100万円コースなら満60歳女性の年払い保険料は7940円一月あたりおよそ662円ですこれならご負担も少ないですね満89歳までお申し込みができますメモリードライフの葬儀保険資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせは電話1本 0120-244-888 0120-244-888 メモリードライフルピアージュオールインワンホワイトジェル初回限定通常価格から 75% オフお問い合わせは 0120-810-394
0120-810-394、 詳しくはルピアージュで検索してください。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さん、後ほどプレゼント当たりますので、最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。今週も先週に引き続き、このご時世公開延期になっている、映画作品を取り上げたいと思っております、はいはい。先週デイ君がプレゼンしたカセットテープダイアリーズの、うん、あのテレビ CM 結構、うんやってますよ ね。やっぱりね、映像面白そう。なんかね、もうデータしたもんだってことと、うん、ちょっと懐かしい感じで。あと僕は試写のタイミングがちょっとあったんで、ミセスノイズ見てきました。見たんですか？面白い。あー見たいな。ミセスノイズは本当よくできてましたね。見たいな。さあ、もう延期が決まってる映画だから、もともと公開日が決まってたのに延期になってるよっていうものをざっと数えただけでも、はい、60あるらしいんです。もうそんなにあんの？すごい。でもうその決めるまでもなくさらに向こう行っちゃってるのも入れたら相当なもんだと思うんですけども、うん、はい。中でまあこういう企画をやるので、試写を見せていただけますかっていうアプローチをしたところですね、うん、かなりの数、そこ先週聞いてまたさらに、はい、かなりの数の映画会社からご協力いただけました、はい。で番組リポーターにはその中からちょっとお前なんか気になる作品あったら行くぞって言うんで、うんうん、見てもらって、はい。厳選に厳選を重ねたお気に入りの一本をプレゼンテーションしてもらいます、はい。でもこうやってね、リストで渡したりチラシがあったりとかいろいろ環境違うわけですよ、うん、映画どうやって選ぶんだろうと思って、やつがね、それぞれなんかなんとなくタイトルでとかいうやつもいて、そうだよね、一生懸命やっております、うん。それでは、伊藤楓から今回のテーマお願いします。はい、今すぐ見たい公開延期の注目映画プレゼン対決。さあ、プレゼンの形式ですが、今回も音声を自宅で自分のスマホで録音して、何テイクやってもいいからこれが一番いいと思ったものを、スタッフまで送ってもらいました、うん。でそのエントリー作品をスタッフがみんなで審査して選んだ3本をオンエアいたします、うん。でその3つの中から一番プレゼンがうまかった人を選びます。でオンエアされればもちろんギャラが発生します、はい。で勝ったリポーターにはさらにギャラをアップします。で、今回柴田さん1人、はい、さん一人で、審査します。あ、頑張ります。よろしくお願いいたします。でリスナーの皆さんへのプレゼントですが、プレゼンで勝ったリポーターが紹介した映画のペアチケット3組6名様に、プレゼントいたしますので、最後まで聞いてください、はい。さあ、じゃあ早速いきますか。はい。だからすごいのは、あのもうガチなんで、うん、先週オンエアされた3人も、うん、またさらに映画見て、うん、エントリーはしてますんで、はいはい、もしかしたらダブルっていうこともあると思います、うん、はい。ね、それでは1人2分間のプレゼンテーション1人ずつ聞いていきます。最初の作品、うん、オフィシャルシークレット、うん、うわー申し訳ないが知らんな、うんうん。はい、この作品は5月22日公開予定でしたが延期となりまして、改めて8月の28日の公開が決まりました、うん。そして出ました担当リポーター、はい、ヤーレンズデイ潤之介が先週だから、あの V2 狙いというそういうことだ、来ましたね。それでは行きましょう。オフィシャルシークレット2分間のプレゼンテーションです。用意スタート。僕が紹介するのは実話を元にした米英合作映画オフィシャルシークレットです。舞台は2003年イラク戦争の開戦直前です。ちょっと思い出していただきたいんですけども、イラク戦争っていうのはアメリカとイギリスがイラクに対して、おいお前大量破壊兵器持ってるだろと、こういう大義名分で始まりましたよね、うん。でも実際はどうでしたか？大量破壊兵器なんてなかったんですよね、うん。つまり根拠に乏しかったんです。ですので当然当時の国連では戦争に反対の国が多かった、うん。まずいと、うん、このままでは国連安保理決議で戦争への承認が得られない。そこでですね、アメリカはイギリスの諜報機関に対して、まあちょっとあれやねと、
賛成か反対かこう態度決めかねてる小さい国の弱み握ってもうて、脅して無理やり賛成派にしてまおうと、そういうメールを送るんです、このメールを受け取った側のイギリス諜報機関に主人公の女性キーラ・ナイトレー演じるキャサリン・ガンがいます。そもそもこの戦争に反対のキャサリンはですね、そんな行為は違法だと憤慨して、なんとこの国家機密、つまりオフィシャルシークレットをなんと新聞社にリークするんです、諜報機関の人間が内部情報をリークするなんていうのもタブー中のタブーですから、相当な覚悟ですよね。ここのキーラ・ナイトレーの演技も大迫力なんです。さあ、そんなオフィシャルシークレットを受け取った側の新聞社もですね、イギリス政府を敵に回してしまうような情報なので記事にするかどうかめちゃくちゃ迷います、スパイ映画のような展開ですが、これ実話ですからね、さあ、正義のために告発をしたキャサリンの運命はどうなるのかと言えるのはここまでです。全く予想できないラストが待っています、そして次第に浮かび上がる当時の真実。この映画ですね、元々のタイトルはオフィシャルシークレッツと複数形なんです。つまり秘密は一つだけではなかったんです。うわー、前乗ってんねー、レイジュンの助乗ってんな。すごく見たい、これ見たいね。もうさ、実話だからさ、結果どうなったかなんとなく俺たち知ってるじゃん。回線はされましたからね。そうだよね。うわー、なんかちょっと面白い。うわ、デイ褒めんの嫌だな、あいつ。調子が笑ってんだろうな。いや、面白そう。さあ、これは負けじときますか。2本目です。はい、2本目。ポルトガル、夏の終わり。知らんわ。ごめんなさいね。この作品4月の24日公開予定だったんですが、伸びまして、8月14日、公開となりました。担当リポーター、漫才コンビ、母心、島川武秀くんです。それではプレゼンタイム2分です。用意、スタート。ご紹介するのは、ポルトガル、夏の終わりです。海外ではすでに公開済み、海外評価ではとにかく、ラストが衝撃とありました。さて、主人公は、ヨーロッパ映画界の大女優、という設定のフランキー。女優業一本、自由奔放に生きてきた彼女。実は末期癌に侵されており、自身の死を悟った彼女は、夏の終わりにポルトガルのある町の山頂に集まるよう家族に指示します。集まってくるのは夫と息子、そして別れた前の夫。で、前の夫の連れ子だった娘とその家族と、構成が実にドキュメンタリーっぽいんです。うん、物語はそれぞれが町にやってきて、山頂に集まるまでの一日を描いております。集まる過程で見えてくるのは、それぞれがお金に困っていたり、人に言えない秘密があったりと、こう悩みを抱えながらも生きてるということ。これに対して、もうじき死を迎えるフランキーと、生と死、もはや他人事では見ていられなくなるんです。問題のラストです。もうちょっと言うと、ラストの3分です。これ以上言えないんですが、本当に衝撃のラストです。見たら、え、か、おい、か、嘘でしょうのこの三つのどれか必ず言います。フランキーが死んじゃうとか誰がどうしたとかではない、絶対予想できないラスト。これね、終わったらね、誰かと喋りたい。私は番組プロデューサーに電話しました。大谷さん、ラストどう思いますって言ったら、許せないとおっしゃった。私は、許せたんですね。抽象的で申し訳ないが、賛否両論分かれます。言い合う中で考えさせられるのは生と死というテーマ。ぜひ大切な人と見ていただいて語らってほしい。おすすめです。いいですね。この意見分かれる系っていいんだよね。許せる、許せない。なるほど。なんか、俺の聞いたけど大谷と島川ちょっと喧嘩腰になるぐらい意見分かれたらしい。相当な。許す許せないで。うん。ありなしって話になったらしいですね。へー、さあ、ラストです。はい、3本目。一度も打ってません。うん。タイトルです。一度も打ってません。うん、こちらの作品は、4月24日公開予定でしたが、延期になりまして、改めて、あ、明日だ!お、明日?明日7月3日に公開されることが決まっております。担当リポーターは、お笑いコンビ最強パンダース、河野和夫です。プレゼンタイム2分間、用意、スタート。
私がおすすめするのは坂本淳二監督の一度も打ってませんでございます。まず何と言っても惹かれたのがタイトル、一度も打ってません。何を打つ状況なのに打たないってどんな話なんだろうと思ってみたらめちゃくちゃ面白かったんです。石橋蓮司さん演じる主人公は74歳で伝説のヒットマンと噂されるほどの凄腕の男なんです。物語の冒頭で週刊誌の記者が撃ち殺されるんですが、これを撃ったのはこの男じゃないんです。この男一度も撃ってません。それどころか誰一人殺したことがないんです。実はこの男、実際は74歳の小説家で、リアルなハードボイルドの小説が書きたいがために彼のところに来た殺しの依頼を本物のヒットマンに下請けに出し、仕事を終えたヒットマンから手口を克明に聞き出し、それをそのまま小説にしているというとんでもない男で、小説もリアルすぎて毎回ボツになっちゃうんですよ。もうこの設定だけで面白いじゃないですか。実際めちゃくちゃ面白かったんです。さらに出演キャストがすごいんです。もう多すぎて時間いっぱいちょっと読み上げさせていただきます。まずは桃井かおりさん、岸辺一徳さん、妻夫木聡さん、井上真央さん、江口洋介さん、豊川悦司さん、江本明さん、江本佑さん親子、さらに佐藤浩市さんが息子の寛一郎さんと初共演するというとんでもないメンバーが集まってるんです。なんでもこの映画、監督の雑談から出た企画で、それを聞きつけた俳優さんたちが、俺も出たい、僕も出してくださいと輪が広まってこれだけのメンバーが集まったそうなんです。一度も打ってません。おすすめでございます。おー、河野くん、これリモートになってからすごいいいんですよ。ねえ。その理由を聞いたら、伊集院さんのプレッシャーがないからさ。伊集院さんが。さあ、ね。噛んだとこ見たことないですもんね。噛んだの全部切ってんだよ。だって自分でやれるから。そういうことですよ。さあ、ちょっと今回も。見たい。ちょっとやっぱレベル高いですね。柴田さんどれ選ぶんだろう。柴田さんどれ選ぶんだろう。さあ行きますよ。票は柴田さんの一票のみです。勝つのはデイ君がプレゼンしたオフィシャルシークレットなのか、島川君がプレゼンしたポルトガル夏の終わりなのか、河野君がプレゼンした一度も打ってませんなのか。それでは柴田さん判定ボタンをお願いします。デイ順を打って、デイすげえ、デイすごい。連続、まあさ、いつもさ、うん、連続で出ることが少ないじゃん、このガチシステムじゃないから、うんうん、まさかの2週連覇はすごいね。いや、なんとか阻止しようと思ったんですよ。でも、ね、それそんな甘いもんじゃないよっていう気持ちは入りますよね。だけど、どうしてもこの後の秘密が知りたくて。これ面白そう。これは面白そうだよ。いや、面白そうですよね。オフィシャルシークレット。だって、そのプレゼンを聞いてる段階で伊藤海の相当食いついてたんだよ。興味津々でしたもん、ね、見てみたいの。知りたい。どうなってくんだろうっていうね。実話ってのがちょっと、で、しかも記憶に新しいじゃん、いいね、俺たち。うん。これでて、やっぱ大量破壊兵器ありませんでした、まで知ってるから。だからね、それでじゃああの戦争は何だったんだっていうことも何か分かるかもしれないし、ね、それから河野の一度も打ってませんももうあの設定笑っちゃったな、笑っちゃうね、なんじゃそりゃっていう伝説のヒットマンなんだよ。下請け出してやるのじいさん本当にね。あとキャストがもう豪華すぎてねえ、すごい ね。さあそしてこれも気になるな、その島川のポルトガル夏の終わり、ね、だから喧嘩になるほどの賛否両論って一体何だろうと思う。ただ今手前そのこのプレゼン終わって今チラシ等をいただいたんですけど、綺麗、はい、なんかこのポルトガル夏の終わりの森が綺麗ですね。綺麗なんだよこれ。ここもちゃんと強調しなきゃ、この美しさみたいな。そうね、そうなんポルトガルのこの絵をね。でこれね今ね綺麗なんだよこの森がって言ってるに対して、ガラスの向こうの大谷プロデューサーが
大きくうなずいてんのね。なのにエンディング、うん、大谷プロフェッサーなしだよっつって怒って怒って罰出してる。罰大きい罰で、島川はこのエンディングじゃないですかっていう感じらしいよね。そこまで分かれるものってちょっと見たいよね。これで本心隠してそらプロデューサー寄りですよって言いますよ僕ですからね、そら大谷さんの言う通りですよって言いますよ。うわ一度も打ってません。もう面白いね。これキャストすごすぎるな。いやすごいですよ、いやどの映画もね、まあ、夏までずれ込んじゃったけど、元々の公開日聞いてるとゴールデンウィークに勝負かけてる作品なんですね。そうですよね。で、それがずれ込んでるってことはやっぱ相当な力の入った作品だと思います、はい。さあ、リスナーの皆さんへのプレゼントでございます。オフィシャルシークレットペアチケット3名様です。宛先を伊藤楓からお願いします、はい。ご希望の方はメールにお名前、ご住所、電話番号を書き添えの上、アルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。その他番組ホームページの投稿フォームやメールアプリ伊集院光とラジオとスマホとなどからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。はい、ということでデイ君 V2 でございます。伊集院光とラジオとプレゼントでした。植物活力液 HB101 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 痛みでお悩みのラジオの前のあなた、あなたの痛みはいつ頃からですか？昨日今日の痛みなら一時的に痛みをしのぐお薬がいいでしょう。しかしいつからか痛み出したリウマチの痛みや関節炎などには最新刊製薬所の通酸とお試しください。痛みを散らす醤油と書きます。通酸とはですね、肩、膝、腰や関節などの痛みを徐々に緩和して痛みの起きづらい体を目指す漢方に学んだ医薬品なんです。まずは無料の止血薬をお試しください。無料の止血薬のお問い合わせは 0120-305-305305-305 です。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。通算とは指定第2類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305 最新刊製薬所通算等です。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時52分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい、お伝えします。まず都内の一般道ですが、青山通りの下りは赤坂4丁目で乗用車の単独事故です。右車線が通れず赤坂4丁目で下りが1キロ、通過には20分です。事故の影響が残って玉川通りの上りは大阪橋で5キロ、新町1丁目から40分です。神奈川の国道357号上りは磯子区の商店川西側交差点に乗用車が故障して止まっています。磯子駅方向は1車線が通れず1キロです。埼玉の深谷東松山線は滑川町の羽尾南で乗用車2台の事故です。現在は上り線の1車線規制になっていて、羽尾南で2キロ渋滞しています。首都高速は3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に7キロ、東名高速の東京インターから30分、4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に7キロ、高井戸から25分です。警視庁から以上です。中村真奈美さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時25分頃お伝えします。問題、どんどんわかるが増えるものなんだ。答えは毎日小学生新聞。曜日ごとの豊富なコンテンツが読む力を育み、ワクワクやドキドキを楽しむ力が湧いてくる。読む力は楽しむ力、毎日小学生新聞。法律事務所ホームワン。
ホームワンへ借金のことで質問が寄せられています。親の介護で生活費が足りなくなって、交通事故にあって仕事が減ってしまった、離婚後の養育費がかさんでしまって。解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して、最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。警視庁からのお知らせです。桃色クローバー Z の東京セーフティーアクション。あ、ちょっと待って、お酒を飲まない人決めた？飲酒運転を助長した人も同乗した人も罪に問われます。だから飲む前にハンドルキーパー決定。これ東京ルール。東京セーフティーアクション。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと。この後10時からはお笑いコンビフォーリンラブのバービーさんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと。この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと。今週のメッセージテーマはで最近どう？ステップ3。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園発と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。でも、返す返すも興味ある、そのポルトガル夏の終わり。はい。あのね、うん、海外のその有名映画誌とか新聞とかの表はもうみんな衝撃のラストって書いてあるんだって。はいはい。でいて、大谷は、うん、こんなんなしですっていう。で、島川はすごいっていう。うんうん、もう大谷が揺れちゃって揺れちゃって、今プロデューサーが揺れちゃって、どういうことなんだろうって、俺も絶対これ見ようと思って。これ見たいね。見たいっすよね。今なかなかなんか割とみんなが分かりますみたいな好まれちゃうじゃないですか、うん、割れんなら割れるでちょっと見たい。いいね、カンヌ出てますもん ねそうなんですよ、うん、さあそんな中で最近どうなんですけども、はい、さくらえび太郎さん、はい、53歳会社員、はい、自粛中に我慢していた釣り。おー、釣り、船釣りに先週行ってきました。はい、釣り客は約2メートル間隔で陣取り、うん、それでも1隻あたり20名ほどの盛況ぶり、うん、まあ、釣りはの流れで絡んだりするから、まあとりあえずは横はね、うん、広げるは広げるよね、出船前で3割程度の客がマスクをしていません。おー、私はかなり気をつけてますと、うん、共用の手すりを触らないように気をつけて、うん、触れてしまったら持参した消毒液でしっかり消毒したり。ああ、徹底されてますね。偉いもんだね、頭下がるね。そして釣り場について気づいたら、私以外の人全員マスクを外してると、うん、相当暑くなってきたので無理もありません。ね、そうか。ね、私も我慢できずに外しましたが、まあそういう時はいいって言われますからね。まあそうと、あとまあか、それ風下も風上みたいな細かく言うと分かんないけどさ、うん、でもまあ養生ならどっか飛んでってくれるかなって気がする、ね、ペラペラ喋ってるわけでもないしね。そうだね、でもどんどんこれから暑くなるから、うん、今後ちょっと釣りに行く時気になりますね、うん、と。追伸超過、おう、どうですか。 2.6 キロのマダコ釣れました。あら、マダコでかいやつ。すごいですね。でかいよね。うん、おめでとうございます。ラジオネーム、フランシスコリンさん、はい。6月1日から待望の学校が始まった今年、中学校1年生になった娘の話です、うん。ステップ3により部活が解禁になり、ブラスバンド部に体験入学。あ、娘はフルートを希望、はい。しかし最初に声をかけられた先輩が、ユーフォニアム、チューバの小さいやつの奏者で、どうこれ体験してみたと勧められて。うん、で、そしたら吹いてみたら一発で音が出たみたいで、うん、先輩に、すごいね、いきなりいい音出てるね、うん、明日も体験に来なよ、あ、と言われてすっかりその気になっている様子、うん、はい、親としては頑張れと心の底から応援することを誓って、うん、よし、じゃあユーフォニアム買ってるか、
おう、あ、結構でも、おう、うん、スマホで検索すると結構な値段だな。ですよね。今思った。そうですか、うん。でもやっぱりね、やっと学校に行けた娘が部活でそういうものに興味持ってくれたのがすごいお父さん嬉しいらしくて、ね、お父さん応援してると、もうやんならやれと、やんなら酒を節約するっていう、そこまで書いてて、素敵素敵、ね、頑張ってほしい。いいね。ラッシュパック、山崎賢人です。いつだって僕のそばにある音楽、好きな服、何度も読んだあの本、そしてお気に入りのランチパック、特別じゃないけど格別です。僕らの味方、山崎ランチパック。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、バビーと、おはようございます。伊集院さん、柴田さん、どうも、バビーです。昨日、新番組のリハに来たんですけど、TBS ラジオの人たちがみんな私の顔を見てニヤニヤしてるんです。これどういうことなんでしょうか。先週の久米さんの流れからの今週の私、この流れのことは私知ってます。なんだけど TBS ラジオのお偉いさんたち、特に私の顔見てすごいニヤニヤしてるんです。これどういうことなんですか。私ちょっとよく分かってないんで、伊集院さん教えてください。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの伊藤楓です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。 TBS ラジオの普通にザキヤマすげえ似てんなっていうことじゃない。そこじゃないのか。あれ、ね、ニコニコじゃないの、ニヤニヤじゃなくて、いや、なんだろうね、なんだろうね。お笑いコンビフォーリンラブの、バービーちゃんです。はい。だからさ、クメロス、クメさんのあの名番組が終わった後、誰なのってみんながワイワイしてたら、うん、おい、バービーちゃんだぞってなって、うん、で、そのクメさんを惜しむあまりに、うん、バービーちゃんにクメさんの代わりなんて務まるかよみたいな空気一旦出たんですよ。はいはい、TBS 内もリスナー内も割と出たんですよ。うんうん、だけどよくよく考えたら、クメさんと同じ系統の人に告げる人なんか誰もいないんだから。そうなんですよ。そうやって考えると、うん、誰か画期的な子がやるしかないんだよということになり、うんうん、で、それに関しては俺もクメロスはすごいんだけど、うん、やっぱバービーちゃん応援してあげなきゃいけないんじゃないのって言うんで、うん、本当にそのまま、それで今日来てもらいますんで、この後バービーちゃんパワーがあるから大丈夫よ。無駄にね、無駄にパワーがあるから。バービーちゃんこの後すぐ登場です。全部僕がやりました。17歳の少年が起こした祖父母殺害事件、全てを狂わせたのはこの女。舐めるようにしてずっと育ててきたの。罪を犯してまで少年が守りたかったものとは。実話をベースに描く感動の衝撃作。お金ないよ。何やってんだよ。絶対無理。一人じゃ生きていけないですよ、お母さん。主演、長澤まさみ。映画マザー、7月3日公開。この真相を受け止められるか。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、バービーさんは1984年生まれ、北海道出身。渡辺コメディスクールに入所し、2006年井本彩子さんとお笑いコンビ東京ホルモン娘を結成しましたが、1年で自然消滅。2008年にスクールの一期先輩のはじめさんとお笑いコンビフォーリンラブを結成し、男女が恋に落ちるネタでブレイクしました。その後は数々のバラエティ番組に出演し、現在はテレビ番組昼帯にもレギュラー出演されています。本日のゲストは、あさっての土曜日から始まる TBS ラジオの新番組週末ノートのパーソナリティで、
お笑いコンビフォーリンラブのバービーさんです。ということでスタジオにはバービーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待ちに待ったこの日が来ました。来ましたね。はい、よろしくお願いします。もう担当直入にさ、はい、あの枠だよ、うん、そうなんですよ ね、 ね、そうなんです。あのさっき言ってたんですけど、うん、あのどうか教えてくださいっていうのが、みんながこう久米さんの後を継ぐお前大丈夫かっていうニヤニヤが意味が分かってないんですよね。はい、ああ、そうかそうかそうか。はい、私ずっとテレビ畑でずっと仕事してきて、うんうん、そのことの重大さを理解していなくて、うんうんうん、で、初めて番組終了がネットニュースでわーって出た時に、うん、やばいやばいやばいこれ。何かこれはすごいところに私は、はい、ハマっちゃってんぞっていう。そうです。その時初めてことの重大さを知ったっていう感じです。あの、はい、僕はツイッターに、久米博士の後釜が誰かが発表された時に、うん、TBS の考え方がわかるのだっていうツイッターを書きました。あ、はい、だから、はい、その時にバービーちゃんだから、うん、バービーちゃんってなった俺だから、バービーちゃんっていう、あの、ニュースステーション出たことないもんね。ないもんね。あるわけないですね、ほら、はい。でもさっきも言ったけど、考えてみたら、久米さん系統の人で、久米さんの代わりは無理だから、絶対。そうですよ。で、バービーちゃんにガラッと変えてもらおうっていうことなんじゃないの、うん、そうなんですね。さっきも、あの、全然、普通だったら会いもしないお偉いさんが来てくださって、うんうん、どうぞよろしくお願いします。あのね、俺、久米さんの最終回出たんだけど、最後、あとは任せたみたいなこと言われたんだけど、任されちゃダメだよ。そうだね、俺らに背負えるようなもんじゃないんだから、そんなものは。真に受けない方がいいですよね。真に受けない方がいいんですよね。肩の力抜いた方がよくて。そうです、そうです。わかりました。バビちゃんはバビちゃん。ああ、そうですね。そのままで再与えできたら一番いいですね。はい。はい。でもバビちゃんはいいのは、ラジオだから、うん、今までみたいに、ちょっと面白いことテレビで言っても、はい、あの、ザキヤマの手柄に半分になるから、ラジオだともう全部バビちゃんの手柄だから。そうですね。ねえ。あれ、そのなんか割合あったんですね。知らない間に取られてる。あ、そう、昨日お前ザキヤマ女装して面白いこと言ってたなっていうんで、少し取られてるから。それがない分いいですよ、ね。ああ、確かに。ねどうまあまあ、後でも聞くけど、意気込みじゃこんな番組にしたいな、みたいなのあんの、はい、そうですね。私自身は、久米さんの後を継ぐっていうことのことの重大さは分かってなかった分、おうおうおう、こう何か与えられるような、教えられるようなこと全くできるわけじゃないじゃないですか。うん、だから、こう、一緒に考えられるような番組が一番いいかなっていう感じで思ってます。うん、リスナーさんとこう、足並み揃えて、やれたらいいなって感じです。うん、ねえ、うん。もうでもその準備じゃないけど、やっぱバービーちゃんのことを、やっぱ知らないこともいっぱいあるから、うん、まあ近況から歴史から聞きたいと思うんですけど、そうですね。なんでバービーだってなってますよね、やっぱり。いや、うん、バービーちゃんをテレビでしか知らない人は、うんうん、やっぱバービーちゃんがどんなこと時間長い時間喋れるじゃん。はい、だって急に男性タレントの唇奪ったりしてんだから、うん、ラジオじゃない、ラジオじゃありえないじゃんか、そんな。そうですよね。そうでしょ。陣内くんの唇奪うはないから。宇宙の絵面が面白い、伝わらないですもんね、伝わらないから。どんなおしゃべりするのかみんなすごい思ってるから。なるほど。まずじゃあ近況ね。はい。最近はこのコロナ禍はどうしてる、はい、どんな感じ仕事の影響とか。コロナ禍は、まあ、この後お話ししたいですけど、うん、去年の夏ぐらいから仕事の方向性がテレビだけじゃなくなってきていて、ほうほう、雑誌だとか、うん、連載とか、町おこしもプライベートでやってるんですけど。プライベートの町おこしって何だ？してない。プライベートって。プライベートで町おこしなんです。で北海道の？北海道の、あの、栗山町ってところで、それは、あの、個人的にはもう5年ぐらい前からやっていて、うん、地元の仲間と一緒に。うんうん、で、それの、あの、時間が取れたので、このコロナ禍はすごいラッキーだったっていう。逆にか。はい。仕事に追われてる毎日で亡くなった分、うん、その栗山町、はい、栗山町を。栗山町。はい。何をやるの栗山町で。栗山町の内のプロジェクトは2、3個あるんですけど、うんうん、最終的には町ごとホテル計画って名付けてんですけど、うんうん、空き家問題に、対処しながら、こう回収していって、それを点々と、散財してるホテルみたいな形で回っていけたら。まあ、コテージみたいにね。はい。そうです。っていうのをやりたいな。ちょっと個人の力で。うん、すげえな。すごいですね。思っていて。これ、そう、バカだな。
いろいろ頭の中になんていう表現があるかなと思ったら、これバカだわ。そう、そうなんですよ。あの、空き家全部一人で買おうとしてるっていうことですからね。そうだね。そうです。街の力とかそういうことじゃなくて？そうです。はい。でもさ、はい、逆にね、買えるってことは大変ってことじゃん。要するに買えるぐらいの値段に空き家がいっぱいあるってことは、うん、そこを人に来てもらうようにすることって大変ってことだよね。うんうん、はいはい、おそらく、はい。だってそこが今でもいっぱい人が来てるところなら空き家はないわけだし、うん、高いわけじゃんか、うんうん、はい。相当気が遠くなるほど長いプロジェクトだね。そうですね。でもなんかそのイベントの打ち方とかで人を呼ぶことは結構簡単かなとは思うんですよ。うん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 、だけど、定住とか、1年に1回必ず来るとかいうお客さんをどうやって根付かせるかっていうのはちょっと問題かなっていうふうに思ってます。え、きっかけは何なんそのなんていうのかな、そのタレントやりつつそういうこともやりたいなと思い始める。私もう東京飛び出してきたんで田舎なんかみたいな感じなところあったんですけど、甥っ子が4人なんかバーッと生まれたのと、まあそれでこの街をこのままでいいのかっていうふうに思ったのと、なんかドラマで農業の役をやったんです。北海道の農業の役。その時に地元の農業の価値をもっとこう広めたいなっていうふうに思って、そこから始めた感じがあります。北海道の人たちってさ、こう北海道がすごいことがいまいち分かってないところがあってさ、うん、そうなんですよ。ね、あのロケの後にさ、ちょっと美味しいもん食べたいんだけどって言うとさ、うんうん、なんかそれは東京でも食べられるみたいなところにすごい行きがちで、それでそのどこも閉まってるからってね、じゃあ僕がいつも行く定食屋しかないんですけどって言って、うんうん、そこで、まあ、あるのはホワイトアスパラとなんて言われて、それが食いたいんですけどみたいな、そういうとこあるよね、ちょっと、ね、あるある。そうなんですよ、謙遜するし、うん、アピールベタなところがあるんで、うんうん、その都内とかその都会のニーズをこう教えてあげるじゃないけど、こう橋渡ししたいなっていう気持ち、うん、それは向いてるよね、自分は。それは本当そうよね、わ、ね、からないのよね、そうだよね。そこの土地の人は自分たちがいかに生活習慣すごい、東京よりはるかに美味しいジャガイモ食べてたり、うん、東京よりはるかに美味しいお米食べてるっていうことが気がつかない、当たり前すぎて、はい、そうなんですよ、うんうん、こんなものはあの全然ダメだダメだって言って引っ込めちゃうんですよね、うん、でそれをもっと押していきたい。それは教えてあげるのはいいわ、うん、絶対それが分かるのはちゃんと地元から生まれて東京行って、でなんかそれちょ遠くからも見れた人だけだもんね。うん、そうなんです、ね。それがぴったりなんだろうね。うん、富山の人も富山の水が美味しいとあんま気づいてない。そうなの、分かってないの。日本全国に自分たちのがどんなにいいところに住んでるかをご存じないんですよ。うん、旗一辺外行ったりすると、うん、ああもうどこもいいとこだらけだなって。特に自分の故郷は好きなわけだから、そこを応援してあげるっていうのはね、うん、最高にいいことだと思います。うん、そうですね。だから、うん、そのラジオも東京っていうところにフューチャーしてるんですけど、うん、東京自体も一つの地方都市って捉えた視点でこういろいろと発信できたらなっていうコンセプトも一個あって、あの地方創生をやっている私だからこそ気づくその東京の魅力、うん、東京を一つの自治体として捉えての魅力みたいなものを発信しましょうねみたいな感じの裏テーマもあります。なるほど、それも正しいの。俺東京生まれ東京育ちだから、逆に言うと東京のどこがいいのかがちょっと分かってないんだよね。だから親戚が来た時にどこを案内したらいいのかも分かんないし、かといって観光してるところが東京なのかと、それも違うような気がするから、今言ってることはなんかすごいよく分かるわ。東京のどこみたい。だってさ、ほら外国の人ってさ、まさかスクランブル交差点面白いと思ってると思えないじゃん。ああ、そうですね。東京の人間からしたらあんなもんいやいや渡るとこだからさ。それをさ、それこそ修学旅行で来たらあそこ見たかったりとか、うん、海外旅行で来てる人は見たかったりとかするのなんかは、多分その、行ったり来たりした人が一番わかるっていうのは、そうだね、面白いね。硬いことも考えてんだね、なんか。そうなんだよ。今ちょっと見た。びっくりしたよ。久米さんのって次の日ふさわしいじゃないかって。意外にありじゃんかっていう。なんで陣内くんは唇奪われてんだろう、こんなことちゃんとできる人に。いやまだまだ唇奪いたいし、パンツも出したいんですよ。私は。まだ両立すげえな、それ。両立したいんです。地方創生とパンツ。お願いします。はい。すごい。だって地方創生とパンツと、もっと言えば、はい、それと対極にあるような、はい、女性ってこれからどう生きるべきみたいのもちゃんと発言、実は、俺実はちょっと見てるから発言するじゃんか。はい。なんかすげえな、お前。
面白いね。一丁目。今んところ、これはやろうみたいに具体的な企画が決まったりするの、はい、具体的な企画、いや、そういうので言うと、まあ、ジャンル問わずで言うと、プロジェクト自体は10個ぐらいは走らせている感じです。はい。もう、本当にプライベートでやってる町おこし関係とか、うんうんうん、その、下着のプロデュースもそうだし、おおおお、さすが、パンツ見せてるからね。ちゃんとプロデュースしたパンツ見せてかないと。そうです。まあ、でもそれも、この時代の流れにちょうどよく噛み合ったんですけど、ボディーポジティブっていう言葉が最近出てきて、うん、あの、多様性を認めて自分の体を愛しましょうみたいな感じ。の言葉なんですけど、そうそうそう、あのふくらした人も、うん、全然贅肉もいいんだっていうね、そうです、へー、うん、まあ、俺そういう人の悩みはわからないけども感じてると思った、一番じゃねえかっていう。でもそもそも今までラジオは、はい、全くないです。レギュラー一個もなかったです。ラジオってそうってイメージないもんね、うん、全然ね。はい。だから、生放送でパーソナリティやったのは、この間のアクションの代打で出た回だけ。聞いたらそれが好評だったらしいよ、TBS の上の方には。そうなんですか。それで決まったの？なんかまあ最後のとどめっていうか、それが一押しになったのは、アクションの代打がすげえ良かったっ。やだ、試されてたんですか、私って。そうじゃない。え、やだ。なんで知らない間に大人ってそういうことするんだろう、ね、するのよ。そうなんですか。チラチラやらしい目で見てたらよ。いやあいつはどんなだって言って。あいつどんな感じだっつって。そうなんですね。じゃあ、それまでの、なんだろう、ラジオのイメージってどんな、はい、いや、もうそれこそ田舎なんで、うん、北海道って日高五郎さんっていう、うん、超有名スーパースターだ。スーパースターがいらっしゃって。いつ言うと、この人何時間喋ってんだよっていう、日高五郎さん。はいはい。いらっしゃって、はい、そのラジオをみんな畑でも納屋でも牛舎でも聞くっていうのが最初のラジオのイメージ。はい、牛舎の柱にぶら下がってる感じでしょ。そうそうそう。ラジオが。うわ、いいなぁ。はい、そうか、北海道そういう意味ではラジオかかってるよね。ずっとかかってますね、うん、作業中、うん。そう、日高五郎さんとあと松山千春さんのイメージかな、なんか流れてる感じ。すごいするわ。はい。さあ、じゃあ、あと、歴史。バービー氏。はい、バービー氏、はあ、さっきさ、ざっと聞いてて笑っちゃったんだけどさ、はいはい、最初、東京ホルモン娘からスタートなの。そうですよね。あんな真面目に読んでいただいてすいません。東京ホルモン娘ってなんだよっていう。そうですよね。最初、まあ、北海道から出てきて、はい、それは、もう、東京で芸能人になろうって出てくるの？あ、大学で、インド哲学を学びたくて、上京してきて。インド哲学ですね。いろんな引き出しあるよ、で、チベット密教を学ぶべく、来たんですけど、うん、で、みんなが就活している時に、私、エントリーシートの出し方がわからなくて、そのまんま、どうしようかなってなった時に、養成所に行こうって思って、うん、その時は物書きになりたかったんですよ。ほいほい。で、作家コース、脚本家、小説家を探してたら、うん、うちの事務所の放送作家コースっていうのを見て、うんうん、その時放送作家と小説家の違いが分からなかったんです。うん、いやそうだよね、はい。今でこそすごいメジャーな言葉になってるけど、ね、昔放送作家ってなんだよって感じだよね。うん、作家なのねって感じだよね。はいはい、うん。でそこに入ってくるんだ。そこに入ろうと思ったら、その養成所の先生とかが私の顔見て、うん、いや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 作家じゃないだろ、いやいやって言って。逸材だ。逸材来ちゃったから。すごいね。それすごくないでも。すごいね。違うことやろうとしてるのに、お前出る側にもあれっていうのは、はい、よっぽどだよ。そうなんですかね。なんか。で、ホルモン娘。そうです。まあ、妹彩子ちゃんは単品で、ピンでやってて、私もピンだったんですけど、うん、呼ばれて、うん、お前ら組んだ方がいい、みたいな感じで、うん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 。で、ちょっとの間ユニットで組んでました、はい。自然消滅っていうのはどうしてですか？彼女が珍獣を捕まえにこう、海外に。あ、そうなの？はい。海外に出ることになって、ちょっと海外行くことになったんで、って言われてからが自然消滅。あ、俺ちょっと時系列がよくわかんないわ。うん、フォーリンラブは？そう。まあ、その後、すぐですね、半年後ぐらいに結成して、うんうん、フォーリンラブが早かったんですよ。結成から、最初、結成する約束が、1年以内に結果が出なかったら解散っていう約束で、結成してるんですけど、うんうん、で、最初にお仕事、テレビのお仕事をいただいたのが、7ヶ月。うん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 、で早っすごい早っスピード早いそこでのネタ番組で、初回で優勝したのが、ブレイクのきっかけっていうのになってるので、そっからが、そこの
あの、間が短かったんですよね。だから、ピンでやって、東京ホルモン娘組んで、フォーリンラブ組んでっていう感じです。いや、その辺のさ、年表がギュッとしすぎだった。そうそうそう。インド哲学から、インド哲学からフォーリンラブまでがギュッとしすぎだった。そうですね。あの辺にすごい詰まってんだ、はいはい。そうです。はい。何にもしなかったですけどね、私は。へぇ、俺勝手に思ってたのは、フォーリンラブ、フォーリンラブドンって売れて、はい、で、安定したあたりで、今度妹、妹、はい、の爆発力がすごかったから、なんかどういう、どう思ってんだろうみたいな相方売れてく感じっていう。でも早いんだね、そこはね。そうですね。結構、あの、追いかけるようにというか、うん、はい、うん。畳みかけるように。ねえ、DS Fall in Love アリーノ。はい。あと、ザキヤマに似てる剣アリーノ。アリーノですね。ほんとラッキーなことばっかり。いや、でもギュッとしてるわ。で、気がついたらさ、昼帯とかでさ、コメンテーターとかやってるじゃんか。どうなってんですか？こちら来たよ。ゲストにどうなってんですかって言われることないわ、あんまり。いや、不思議ですね。本当に運命に翻弄されて。で、それは怯えずに飛び込んでいくタイプなのかしら、それとも実はドキドキしてるのかしら、そういうそんなことやるの。ドキドキヒヤヒヤですよ、毎回毎回。発言するたびネットニュースとかになったりとかしたら、うん、あ、やばいやばい、でも、ヒヤヒヤ、毎週ヒヤヒヤしてます。かといってね、気は使わなきゃいけないけど、置きに行くのもちょっと違うからね。だったら、いなくていいやってなるからね。ギリギリのライン。はい。さあ、ちょっと一回 CM 挟みまして、まだまだバービーちゃん、いろんな話聞きたいと思っております。ちいちゃん、趣味とかあんの？散歩。マジ？俺もなんだけど。え、やばい。ちょっとお客さん、私も散歩ハマってます。ウェーイ。タピオカの次は散歩ブームかも。スマホで聞く音声ガイドアプリ、耳タブ。法律事務所ホームワン。今ホームワンへ借金整理や過払い金のことで相談が寄せられています。自粛の影響で収入が減った。借金をこれまで通り返し続けるのが難しい。カードでの支払いに追われている。過払い金は出るのだろうか。借金整理について聞いてみたい。ホームワンがあなたに適切な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属、弁護士法人法律事務所ホームワン。この頃お友達と話すことといえば、膝が痛い、腰が痛いなど体の痛みの話ばかりとお嘆きの皆さん、ぜひ一度再春館製薬所にお電話ください。痛みと前向きに付き合うきっかけになるかもしれませんよ。再春館製薬所の通算等は漢方に学んだ医薬品です。ピリピリとした足の痛みや、うずくような膝の痛みなど、あなたの気になるその痛みを徐々に和らげます。無料試供薬のお申し込みは、0120-305-305。通算等は指定第二類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。高圧受電設備の電気主任技術者をお探しなら、関東電気保安協会。高圧受電設備の改修をお考えなら、関東電気保安協会。電気は正しく安全に使いましょう。関東電気保安協会。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。時刻は10時22分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。関東地方南部ではこの後も晴れる見込みです。ただ北部ではお昼頃から雨が降るところがあり、雷を伴って雨足の強まるところもありそうなんですね。特に栃木県ではバケツをひっくり返したような激しい雨の降る可能性もありますので、注意をお願いします。さて、関東地方気温がすでに30度を超えているところもあります。今日の最高気温は広い範囲で30度以上となりそうです。東京都心31度、埼玉県熊谷32度、
群馬県前橋では33度の予想となっています。昨日に比べても高く蒸し暑くなりますので、熱中症対策はしっかりとしてください。さて、明日金曜日は午後から雨が降り出します。土曜日にかけてまとまった雨となりそうです。今日晴れるところは貴重な日差しとなりそうですので、有効に使うようにしてください。ここまで天気予報でした。気象予報士の石上沙織さんでした。 TBS ラジオ公演おいしい浮世絵展、あの北斎広重国吉たちも描いた江戸の食を浮世絵で味わい尽くす特別協賛くら寿司おいしい浮世絵展、六本木森アーツセンターギャラリーにて開催。詳しくはホームページへ。時刻は10時24分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。一般道路は神奈川県内の横浜市内国道357号線の磯子区鳥浜町では八景島へ向けてが3キロです。反対の上り線磯子駅へ向けての、上り線磯子区商店川西側交差点付近に止まっていました故障車は処理終わっています。埼玉県内では県道深谷東松山線の滑川町羽尾南での事故の処理終わっています。千葉県内では国道16号線の外回り柏市大島田では八千代市内へ向けてが3キロ、そして千葉県内を通ります京葉道路の上りは花輪で、下りは花輪で2キロ混んでいます。都内の一般道路では青山通りの下り港区赤坂4丁目では事故の処理が続き1キロを20分、このほか都内の一般道路は八王子バイパスの外回りは左乳橋で2キロ混んでいます。警視庁から以上です。長谷川真紀子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時52分頃お伝えします。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上竹春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。伊集院光とラジオとバービーと週末ノートと、改めまして今朝はゲストにお笑いコンビフォーリンラブのバービーちゃんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんだけさ、ラジオ始まるって話してるのにさ、タイトル言ってねえっていう、今初めて、そうだ、このタイトル初めて聞いたと思って、週末ノート、はい、週末の音サウンドとノートをかけて、ノートってカタカナで、はい、3文字にしました、はい、これは、はい、まあ普通に週末ノート、週末ノートってまあ言うことになるんだと思うんだけど、はい、の音ともかかってるの。そうです、週末の音にしたコーナーもあります。へえ、はい、なんかさ、ラジオって不思議なのはさ、まあ、ステッカーとかにも使うからロゴとかあったりとか、うん、この番組って伊集院光とラジオとって言ってんだけど、うん、表記実はひらがなだったりするのね、うん、でリスナーの人も知ってる人と知らない人いるのね、うん、あ、そここだわってどうすんだって思うんだけど、なんか洒落たくなるよね、うんうんうん、そういうところの ね、 そうそうね、おしゃれですね。自分でカレンダーにカタカナでラジオを撮って書いてあるわ。ごめん、今までカタカナで言ってた。俺らはもうひらがなで発音してたから、それはちゃんと、ね、いやー、でもなんかいよいよちゃんと始まるので、きちんと、伊藤楓から、はい、お願いします。はい、はい、TBS ラジオであさっての土曜日午後1時から新番組週末ノートがスタートします。出演はバービーさんお一人で、アシスタントはいないということです。すごい、これも結構さ、結構なもんだよ、誰もいないとこで喋るの、どうなるんでしょうか、これは、ね、まあ、あのゲストの方が2人ぐらいいらっしゃる予定ではいるんですけど、はい、最初は袖もなしで2時間1人で喋ってくださいっていう。面白いね。いや、それって期待されてるってことでしょ。そうですね、いや、1人で持つこの人はって思われてる。いやいや、なんか持たなくていいんです、それが面白いんですっていうふうに最初ちょっと分かる、ちょっと分かる、おしゃられてて、俺ほらもともと落語家だから、うん、落語家から1人喋りだから割とそこはすんなりってるんだけど、うんうんうん、
うん、ある程度年いくと、まあ、すんなりいか、何にも思いつかないって言っていいんだってことを、ずいぶん後で、リスナーの人に向かって、うんうん、ごめんなさい、今ね、俺何にも思いつかないんですって言っていいってことに気づいてから自分楽になったけど、うん、そこまでさらけ出せ出たらすごい面白いです ね。ラジオってそこが俺はいいとこだと思うんですよ。なんかそのテレビのその今ポン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 面白いことを短いレンジで言ってくれっていうことよりは、うんうん、今日何にも思いつかないなっていう話を、うんうん、これでもメガネのツルが外れてネジが取れた話、うん、25分ぐらいできました。意外にテレビだったらぶっ飛ばされるとこです。そうですよ、ぶっ飛ばされるとこですけど、ただになるとこですね。どんな人に聞いてもらいたい？これからどこ行こうかなって悩んでる人には、はいはいはい、届けられたいなっていう感じはしますね。そっか、土曜の午後1時だと、うん、なんかこの土曜日を無駄にしちゃうの嫌だなっていう時間帯だったんですよ。そうです、そうです。毎週疲れてるから、うん、昼までは寝ちゃったものの、はい、ゼロでは終わりたくないみたいな人はいっぱいいるね、うん。で、ここからこれ聞いて出かけようかって思ってもらえるようなとか、まあ、このね、コロナ禍でそう出かけなくてもいいですけど、家の中での。何をしようかみたいなことのヒントになったらちょっといいかね。うんうん、そうですね。お家の中での楽しみ方とか。面白そうだな。楽しみ。あとちょっと評判を上げすぎちゃったんで今日、はい、今までの失敗とかをいっぱい聞きたいと思います。、ね、なんかちょっとバビちゃんが多彩なところばっかり言っちゃって、あ、そうだね、俺より面白いラジオやられては困るって。いやでもそれこそバラエティ出たての頃なんか、うん、本当に芸歴も1年ぐらいで出てる時には伊集院さんにすっごい助けられてたのを覚えてます。コンビで出てて、はい、もう私自身はいじられ慣れてなかったので、出たての頃。うん、だから、ザキヤマとか言っても、あ、はい、な感じ。あ、はい、っていう感じだったので、そういう、番組回すときに、いろいろフォローしてもらいました。なんか、まあ、僕に限らずなんだけど、うん、お笑いみんな、ある意味優しいよね、なんかね。優しい。ちゃんと優しく突っ込んでくれるもんね。で、それがさ、一般の人の優しいとちょっと違うじゃないですか。お前気づいてないのかよっていう、例えばザキヤマをキョトンとしてる時に、お前そっくりだよ、気づいてねえのかよっていう優しさみたいなのがあったりするよね。なんかお笑いみんな怖いのかと思って入ってたら、あれみんな意外に優しいって少しわかるな。ちゃんとこう入れなくてドギマギしてたら、ちゃんとこう、うまいこと隙間作って入れてくれたりとかね、するもんね。相方ってさ、どうしてんの？そうなんですよ、本当に。どうしてるのかなって、私もちょっと不思議なんですけど。会わないときは会わない、全然。まあ、このコロナ禍では会ってないですし。あ、そうなんだ。たまに、パチンコ番組行くぐらい。パチンコ番組、そうか、そんな好きなんだ。そうか。あとは、じゃあ、プライベートで仲いい人とかは誰とかになるの？プライベート、やっぱ黒沢さん、もさんちの黒沢さんとか、やっこさん周りは、よくしてもらってます。女芸人の。はい、女芸人の。黒沢さんなんかさ、ものすごいあの人ラジオ好きなんでしょ？すごいですよ。すごいラジオ好きだよね、あの人ね。ラジオ好きすぎて、ペンネーム送って読まれるのを楽しみにしてます。いまだに。本当に？はい。ゲストで来ていいのに。ゲストで来ていいのに、自分の内緒のペンネーム出してくんだ。はい。で、多分これも聞いてると思います、今。知らない間にステッカー持ってる可能性あるもん、そうなってくるとね。だって、俳句とか、自由律俳句とか、いてもおかしくないね。バビちゃんの番組とかにも来ると面白いね。そうですね。あれ、言わないでずっと出しててほしいわ。言わないでずっと出しててほしくて、あの常連私っていうのが一番面白いかな。やりそうです。黒沢さんやるかもしれないですね。黒沢さん自体はなんか、あんま話したことないね。共演したことがあるんだけど。多分、はい、ラジオの人だから、うん、俺が、うんうんうん。ちょっと照れてんのかもしれないんだけど、あんま話したことない。いろんな人に照れてるよね。そうですね。ちょっと恥ずかしがりだから、うんうんうん。だけど、いっぱい心の中にいっぱい持ってる人でしょ。はい、すごい、見たよとか言わずに、急に、LINE とかで、バーンと教えてくれたりするんですよ。よか、ここよかったね。言えばいいんだ。素敵だよね。一緒に何するの、二人では。お茶ですね。お茶。お茶お茶でずーっと時間を潰したり。老後か。はい。川辺で持ち帰りのお茶飲んだりとか。へー。し
ました。何時間もとかそういう、ただただおしゃべり、なんか可愛いね、はい、その2人がその川の縁でお茶飲んでたりするのがすごい可愛くない？まあ皆さん聞いてるんですけど、今後の夢と野望みたいなのを、今後の夢と野望、たくさんやりたいことあるんですけど、一応インドネシアの歌姫になりたい計画っていうのは走らせてまして、インドネシアの歌姫になりたい、はい、これはもう徐々に着実に進んでます。誰でもすごいごめん、はい、進んでるのステップの段階が全然わかんないわ、ね、インドネシアの音楽の傾向みたいなのもう入れてんの、来てんのね。はい、もう向こうの方に作っていただいて。あ、そう、はい、本当に行動力あるね、いろんなことあるね。一歩踏み出すのは結構、はい、軽はずみにやるタイプです。いいね、いいね。前向きにじゃねえな、軽はずみに踏み出しちゃうんだね。はい、出ちゃうんですね。でも曲はできてんの？曲できました。歌ってます。歌ってる、歌ってます。聞きた、はい、絶対ラジオで火つくじゃん。そうだよ。ちょっと流してください、ぜひ。あ、ちょっと自分の番組でもそうだし、そうそう、こっち側でも流すし。そうそうそう。そしたらなんか火つくかもしれない。ただインドネシアまで届くかどうかわかんないよ。そうなんですよね。うん、今そこの旅をやってます。どうやってインドネシアにリーチするかっていう。そこすげえ重要だと思うよ。普通の人は一旦日本の歌姫になってから徐々にインドネシアだけど、はい、目標がインドネシアなんだよね。はい、もうそこでしかもう興味はないので、わインドネシアしか、はい、あとさっきの、北海道の町おこしもそうです。そうですね、はい、まあ、これから山も買いたいなと思って、へえ、はい、山いろいろ、いくらぐらいで買えるもんなのかね。いや、すごいんですよ、価格が、うん、売ってるとしたら、うん、私買った土地だとこの間は上物付きで50万で買いましたね。どれぐらいの広さ？どのぐらいの広さ？占有面積で100ぐらいで、もう50万のクラスなの？はい。うわあ、ちゃんと家あって、あって、はい、でしかもそれ使えなかったから解体、150万で解体したから結局上回っちゃったんですけど予算を、やっぱりうっかり一歩踏み出すタイプだな。ですよね。でも頑張れ。ビバお笑いなのはそれも面白いし、ラジオっていいのはそれも面白いもんね。ああ、もう、うまくいかなきゃいかないでいいもんね。なんか自分が行動してることは絶対ラジオに出てきますもんね。そうそうそう、うん、体が出てくるから。そうですか、うん、だからそれ面白いことですよ。ラジオやってて変な感覚になっちゃったのが、失敗すると同時、本当に悔しいんだよ、何か失敗する、うん、恥をかくと同時に喋れるって思うっていう、あれが一番健全、自分の中で健全で健康的だなと思って、うん、なるほど、でも頑張ってね、あさって土曜日午後1時から新番組です、はい、週末ノート、週末ノート、だから本当に俺みたいにクメロスタイプの人たちは、うんうん、やっぱり1回目聞かずと聞かずして食わず嫌いは一番良くないと思うんだよね、うん、あ、だからやっぱりいつもの勢いでつけたら、はい、そのまま聞いてっていうのがいいかな。そうですね、でもまあつけたり回したりしてもらっても大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、回してもいい、他局行っちゃうじゃないですか、ごめんなさい、私女の人に聞いてもらいたい。あ、ね、今私バビちゃんと話してすんごい気持ちいいから、うん、だから気持ちよくなると思う私。うすごい、それ嬉しいです、うん、でそれは TBS 全体にもありがたいことなのは、女性が割と傾向として FM 曲を聞く傾向が強いから、ね、とりあえずラジオつける女性でもとりあえず FM の人が多いから、うん、なんかそれ TBS にまた新しいそのお客さんの層を連れてきてくれたりとか、うん、あ、なるほど、嬉しい。あ、女性はいい感じになると思いますよ、ね、聞いてたら。ちょっとおいでおいでってやってもついてくるか分かんないですけど、うん、一応手招きはしてみます、ね、してみます、ね、はい、あとは面白そうだから僕は聞かないことにしますけど、ということで今日のゲストフォーリンラブのバービーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。7月5日のゲストは年間400種類以上の商品をチェックしている清涼飲料水評論家清水涼子さんです。メッセージテーマは最近嬉しかったこと、お待ちしています。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へ現金が戻ってくるかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなんかもその対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。
その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをするとブラックリストに載ってしまって、すべてのパターンでクレジットカードが使えなくなるとかですね。手続きしても影響ないんですか？はい。関西語ならクレジットカードに影響はないです。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫なんですよ。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカード、消費者金融のキャッシング、カードローンを利用した経験のある方は間違っていても構いません。お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今月21日は土用の丑の日。おお、はい。そこで今日は鹿児島県産特大うなぎ長焼きがさらにお求めやすい価格になって番組に再登場です。おお、おなじみのだよね。そうなんですよ、はい、ね、はい、土用の丑の日には美味しいうなぎでスタミナをつけて厳しい暑さを元気に乗り切りたいものです。ただ国産うなぎとなると気軽には食べられない高値の花ですよね。そうなんですよ ね、 ね。そこでうなぎの養殖日本一の鹿児島県で TBS ショッピングが見つけてきたのが、ご紹介のたびに好評のこちら、美味しくてお買い得な特大うなぎ長焼きです。こちらです。いいですね。でこもうこぼれてる。お重からはみ出てる。はみ出てるよこれ、ね、横から見ると M の形になる。なってますね。両サイドがいいですね。落ちちゃうから。そうなんだよね、はい、ここからあの召し上がっていただきながら進めますね。いただきます。すごいよ。じゃーん。ご飯が見えないどころか重なってるんですよ。そうなんです。すごいですよ。のお重に入らないほど大きなうなぎはめったにお目にかかれない。一尾およそ 200g、 食べ応えがありますよ。そしてもちろん味もお任せください。うまい。もうこれどこでうまいっていうか、もう迷って、うまい、ほんとうまい、ねえ、うん、大きいのに大味じゃないんですよね、うん、味も見事なんです、うん、豊富な地下水と温暖な気候に恵まれた鹿児島県はうなぎの養殖日本一。中でもこちらは指宿市で長い歴史を誇る水産加工会社がうなぎの仕入れから焼きまでを一貫して手掛けたこだわりの一品です。美味しい。本当にふっくらしてます ね、 ね。で本当に大きいからもうあの量でいいだろうっていうことじゃないの、うん、ないない。焼き方がすごいね、ふわっとしてて、ね、美味しいわこれ、うん、焼き方にも気づいていただいて嬉しいです、うんうん、こちらうなぎは熟練の職人さんが一尾一尾丁寧に手でさばいています。続いて備長炭も使った遠火の強火でこんがり白焼きにしてから一度柔らかく蒸し上げます、うん、その後に秘伝のタレを使いタレ漬け4回焼き3回と繰り返すことで外は香ばしく中はふっくら焼き上がるんです。このタレがね、うん、濃すぎず、あ、本当にちょうどうなぎの味を生かしててね、美味しいわね。もうハーモニーが最高ですよね。今回は無言で食べてる。美味しい証拠ですね。セット内容は1尾およそ 200g の特大うなぎの長焼きが2尾、うな丼にしておよそ8人前のボリュームです。出来たてを急速冷凍し真空パックにしていますので袋のまま湯煎するだけで美味しい長焼きを味わえます、うん、そしてお買い得なのも人気の理由です。実はうなぎ専門店では松竹梅、松茸、梅の中で特上にあたる松のうなぎは 160g 程度が多いんですが、はい、今回のうなぎは松を上回るおよそ 200g、 わ、もうご存知と思いますが立派すぎてお店のお重に入りきらないということで、うん、お買い得価格が実現しました。なるほどね。お値段は1尾およそ 200g の立派なうなぎが2尾にタレと山椒もお付けしてお買い得な税込み5990円、5990円です。本当に お買い得、お値打ち価格すごいよ。本当そう。すごいよ。そして4尾セットは前回ご紹介したお値段よりさらにお得になったんです。1万1980円となるところ、はい、3000円お得な8980円。なんと要はもう4尾おすすめってことだね。そうなんですよ。こちらは
うな丼にして16人前のボリュームで8980円です。すごい、1人前およそ562円ですよ。信じられない、わかんない、すごい、ちなみに贈答用箱に入ってるものですと同じ 800g で 29,600 円ですので、うん、4尾セット大変お買い得ですよね。そうですね、すでにたくさんのご注文もいただいています。なお今月16日までのお申し込みで土曜の丑の日までにお届けします。ただし数に限りがありますのでお早めに。賞味期間は冷凍で製造日から2年です。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。お電話がつながりにくい場合はインターネットをご利用ください。 TBS ラジオショッピングでした。もう柳沢さんが喋ったけどみんな黙々と食べてるんですけどそれでも食べても食べてもなくなるぐらいすごい大きくて美味しいうなぎでございます。いつもどうもありがとうございます。ありがとうございました。懐かしいな、ハーバリウム。母が私に作ってくれる誕生日プレゼント、真っ赤なバラのハーバリウム、青いアジサイのハーバリウム、どれも綺麗でハッピーバースデーのメッセージ入り。そういえば彼を初めて紹介した日、舞い上がった母はピンクのバラのハーバリウムでウェルカムだって。嬉しいことがボトルの数だけ我が家を彩っている。いつか母にカーネーションのハーバリウムをプレゼントしよう。もちろん手作り。メッセージはサンキュー。思い出をインテリアに、ハーバリウムとレジンで楽しめる専門ショップサンワード。今借金をしている方も過去にしていた方も、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。クレジット会社も対象です。カードや明細がなくても大丈夫。お電話いただければわずか5分ほどで過払い金があるかどうか無料診断いたします。調査無料。過払い金を取り戻せなければ一切費用をいただきません。調べて過払い金がなくても無料です。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所 0120-077-557 0120-077-557。伊集院光とラジコと、さあ、ラジコのタイムフリーを使いますと1週間分のラジオを遡って聞けますということで、はい、今週の番組の中でもう一回聞いてください、うん、もしくは聞き逃してたらお聞きくださいという超面白かったところを、うん、自分で紹介するコーナーです、はい、まあ、ゲストが、まあ、なんつっても先週の木曜日に久米宏さん、うん、ねえ、いらっしゃってねえ、まあ、いろんなお話しましたけど、ぜひ今ギリギリまだ聞けますので、はい、よろしければ6月25日木曜日のこの久米宏さんとの、まあ、対談と、うん、でさらにはその久米宏さんのラジオなんですけどの最終回が、あ、それもね、はい、繋がってますんで、だからセットででしょ、このそうですね、この木曜日にゲスト来てくださったのと、1階の表と1階の裏みたいな表裏の攻防になっておりますので、ね、ぜひぜひ聞いてください、うん、それからですですね、ね、ゲストで、はい、昨日だよね、あ、昨日のゲスト、はい、うん、渚真由美さん、はい、聞きました。あの、まあ、正面切ってご本人にはご年齢の話しませんでしたけど、うん、75歳、へえ、超綺麗ですよ、うん、でそれもなんか僕のなんか無理に若作りして綺麗っていうの最近もてはやされるけど、うんうん、はいはい、美魔女ね、それちょっと違和感あんで俺だから無理してんなと思っちゃうね、はいはい、うん、なんかこの人ちゃんと年取ってる、美人がちゃんと年取ってるっていう美人さで、あの、無理をせず幸せに年取ってらっしゃるんですね。でお話し始めたら話が超可愛らしくて、うん、その浜口蔵之介さんも30年前亡くなったんですってね、うんうんうん、でその26歳年上のその浜口さんとの先生とのその夫婦生活の中で喧嘩すると仲直りできずに夜寝たのに、次の朝に浜倉先生がその喧嘩の内容を歌にしてできてるんだって。でそれをちょっとお前歌ってくれってなって一曲完成するんだって。でその完成した時にはいい歌歌ったわーってなって仲直りしてるっていう、
すごいね。いや、そりゃそうなんです。幸せだよね、うん、でもだからそういう生活を送ってこられたから その今のこの美しさがあるんじゃないんですか。そうでね、ニコニコ笑いながら、うん、その浜倉先生が亡くなるとき最後にかけた言葉が、うん、君が明るくて助かったよ、ありがとうっていう。うわー、最高のお褒め言葉だ、泣いちゃうな。安田美香がワンワン泣き出しちゃって。そうだよ ね、 ね、目から飛沫が出てるぞっつってぜひぜひタイムフリーでお聞きいただければと思います。指の関節をはじめ、肩や膝の関節、さらには股関節まで何をするにも痛くて、どうしてよいのかわからない。あの痛みはきっと経験した人でなければわからないでしょうね。ずっとこのままなのかと悩んでいた矢先に、ラジオで通算との話を聞いて無料の試供薬を申し込みました。電話して本当に良かったです。というですね、お便りをくださったのは、痛みで悩んでらっしゃった米田さんなんですね。そんな米田さんのような痛みをですね、緩和する医薬品、それが再春館製薬所の通算糖です。麻黄、杏仁、翼胃仁、防胃、肝臓の5種類の生薬を配合しています。リウマチをはじめ、膝関節や肩の痛み、神経痛でお悩みの方もですね、まずは通話料無料のフリーダイヤル、0120-305-305、0120-305-305、再春館製薬所までお電話ください。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。法律事務所ホームワン、債務整理はお任せを、相談実績20万件、相談だけでも知ってみよう、0120-316-279、 東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、楽しく感動できるスーパーロピア。時刻は10時50分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの永峰幸アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。国連安全保障理事会は、新型コロナウイルスの世界的大流行への対策のため、世界各地の戦闘を少なくとも90日間停止するよう求める決議案を全会一致で採択しました。世界各地の停戦を求める安保理の決議は異例です。内戦下のシリアやリビア、それにイエメンも対象に含まれますが、決議に罰則規定はなく、効果は不透明です。アメリカの南部や西部で新型コロナウイルスの感染者が急増し、ウォルト・ディズニーなどのアメリカ企業の経済活動の再開を阻んでいます。ディズニーは今月17日に計画していた西部カリフォルニア州のディズニーランドリゾートの営業再開を延期します。こうした中、トランプ大統領はアメリカメディアに対し、人との距離が近い場所にいる場合には、マスクを着用する考えを明らかにしました。トランプ大統領は1日、FOX ビジネスのインタビューで、実は私はマスクをつけたことがある、見た目が好きだったと述べた上で、人との距離が近い場所にいる場合には、マスクを着用する考えを明らかにしました。トランプ氏はこれまで自身がマスクを着用することには消極的な考えを示していましたが、経済の再開とともに、アメリカ国内で新型コロナウイルスの感染が急拡大していることから方針を転換させた形です。もう一つお伝えします。認知症やその疑いで行方不明となり、去年警察に届け出があったのは1万7000人を超えたことが警察庁の集計で分かりました。届け出の数は一昨年より552人多い1万7479人で、2012年の統計開始から毎年過去最多を更新していて、7年で 1.82 倍になりました。発見までの期間は、届け出を受理した当日が 71.7% で、1週間以内は 99.4%、2年以上かかった人も4人いました。去年のうちに所在が確認されなかったのは245人で、この他に行方不明中に事故に遭うなどして460人が死亡しました。都道府県別では大阪が2007年
2007人で最も多く、埼玉と兵庫が続きました。高齢化社会の進行で認知症による行方不明者は増加が続き、全国の警察は民間企業や自治体との情報共有ネットワークを構築するなど、早期発見に向けた連携を強化しています。ニュースでした。ニュースデスクの長峰由紀アナウンサーでした。TBS ラジオ公演チョコムーエキシビションアワーシークレットパーティーサポーテッドバイウィズ原宿、イラストレーターチョコムーが8月13日から9月28日までウィズ原宿ホールで初の大規模展を開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。時刻は間もなく10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の内回り四つ木付近、左側に故障車が止まっているために4キロ小松川ジャンクションからは25分です。この時間も東京湾アクアラインの橋の部分は横風のため最高速度が40キロに制限されています。一般道路は神奈川県内、横浜市内の国道357号線の下り、磯子区鳥浜町では八景島へ向けてが2キロ半です。埼玉県内では国道463号外回り、所沢市坂の下ではトラックの事故のため、埼玉市内へ向けてが2キロ。千葉県内では国道14号線の下り、美浜区幸町、前にありました事故の調べが行われているため1キロほど流れが悪くなっています。都内では青山通りの下り、港区赤坂4丁目では事故のため500メートルを10分ほどかかっています。警視庁から以上です。長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェンス生活を踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあ TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎翔のメッセージですが、キャリーバッグを今年の頭に買ったが未開封のまま大セールになっているという。はい、札幌市の高橋さんにはおいしと品質の山崎からデザートギフト果樹園鉢と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあそしてその他採用させていただいた方には番組ステッカーをお送りいたします。はい、プレゼントでございます。プレゼントのプレゼントはデイ君がプレゼンしましたオフィシャルシークレット映画のペアチケットです。3名様です。荒川区にお住まいの草刈よしみさん、横浜市にお住まいの吉田隆一さん、船橋市にお住まいの新藤純一さん、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっと先ですけどね、楽しみにしていてください。はい、いやでもデイ潤之介大したもんですよ。すごかったですね。誘い込むのうまかったですよね。うまかったうまかった。島川くんのポルトガル夏の終わり、それから河野くんの一度も打ってません、このあたりもぜひぜひ見に行ってもらいたいと思います。ね、楽しみですね。さあ、じゃあ明日のゲストを伊藤楓アナウンサーからお願いします。はい、明日金曜日の有馬隼人とラジオと山瀬まみと、ゲストは男性6人組による注目のダンス&ボーカルグループワトウィンの古畑亮さん、高橋風さん、鈴木朝日さんを迎えたいと思います。今月配信限定のサードシングルが発売されるということで、まあ、彼らの近況だったりこれからの目標を聞きたいと思っています。え、ホリプロの子みたいね。そうです、ホリプロの期待の星と書かれています。ねえ、はい、ダンス&ボーカルグループ、そう、去年結成されたということです。はい、ね、ちょっと頑張ってほしいですね。はい、さてさてと、ねえ、バビちゃんもなんか面白さのにじみ出てる人で、今まで知ってるバービーちゃんはほんのこう一部分だったんだなっていう感じで、いろんなラジオって面白いのは、そのテレビで見てる人よ人じゃなくって、こう話するとどんどん、ああその人のそう、ね、こういうこと考えてるんだ、こういう人なんだっていうのが分かってくるのがやっぱ面白いですね。うん、でまた
テレビで多分さっきのこう町おこしの話しようと思うとそれはもうたっぷりそんなに喋らしちゃもらえないだろうからでもラジオだとそれなりに時間取って喋らせてもらったりするんでちょっとなんかただのザキヤマに似てる子ということではないですもともと違うけどね面白い人ですけどね楽しみですよね、はい。さあそれからあた選挙かみんな選挙がとりあえず週末ありますんで、で、雨も多いし、もって言えば当日まで待っちゃうと密になっちゃうみたいなのもありますから、なんかちゃんと自分のタイミングを見て、僕は今日あたりちょっと期日前行ってこうかなと思うんですけども、なんかやっぱりこういうコロナみたいなことがあると、誰がこの、その自分たちの住んでるその町を、の方針を決めてるのかみたいな大切なことなんで、そうですよ。この人は、あまり危険しない方がいいと思いますね、ぜひぜひそちらの方も行ってくださいね。他何ですか他何ですか、はい、中途半端に時間余りましたけど、草野球を始めました。あ、そうです。久しぶりに草野球を再開したんですけども、体力がすげえ落ちてます。あら、はい、そうなんです、ね、私明日久しぶりに自分の田舎に、まあ、仕事なので帰るんですけど、はいはい、でもついでにちゃんと実家寄るでしょ。え、寄りますね。え、どういうふうになってるのか、いや俺も早く旅を再開したいんだけど、そうですよね、もう各都道府県の長が東京の人来てくださいって誰か言ってくれって、それゴーサイン出たら俺行くわ、あんまりね、だからね、今行っていいのかどうなかもあるんですけど、そうなの、仕事だからしょうがない、そう、仕事は絶対行っちゃう、仕事と実家はしょうがないです、しょうがない、しょうがない、俺のそれ娯楽の旅に関してはちょっと考えなきゃな、なと思ってますけど、はい、さあということで、はい、この時間のお相手は伊藤楓と柴田理恵と伊集院光でした。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。